よいしょ。はい、どうもこんばんは。本日は2018年の8月の8日、8月の8日ですね。夜の8時。あ、今日は8続き、8月の8日8時ということで、これはなんか末広がりを期待させる日ですけれどもね、こんばんは。本日は、本気と書いてマジと読む生、8日目ということでして、ついに僕の最終回が最終回を、じゃあ僕の夏休み3が最終回を迎えます。お酒は飲んでません。はい、お酒は飲んでないですということで大丈夫かな。よし、ちょっと声上げて、はい、早速始めていきたいと思いますね。本日までに至る4日間の間、私の体重を公開しておりません。これはまた明日以降楽しみにしたいと。まあ、なぜなら僕の夏休みに集中したいというのもありますけれども、まあ、どちらかというとですね、ちょっとまあ体重の変化っていうのがなかなか起こらなかったですから、明日蓋を開けてみたらどんな記録が出るのかなというのは楽しみですけどね。ちょっと BGM かけましょう。流れてるね。よし。あ、間に合った？こんばんは。まあでもね、まあ1週間ですか、皆さん昨日でようやく8月のこの本気と書いてマジと読む生が1週間を迎えまして、まああの第2週第3週とね、何をしていくかというのはまだ決まってないですけれども、しかしながら、まあ、1週間も本当に濃密な1週間だったなと思いますけどね。あ、喉はあのね、そんなに声出しなかったから、言うたら一発目にしっかり声出してるからね。あ、オセロの体重の変化はね、多分だいぶ増えてるんじゃないかな。もう3キロぐらいいっててもおかしくないけどね。まあでもオセロは本当にしっかり動いてしっかり食べてくれてますんでね。あ、やっと追いついた、ありがとうございます。まあ1日5時間ぐらいやってますからね、なかなか普通の人には簡単に追いつけないかもしれないですけれどもね、飛び飛びでまあ見ていただければと思いますんでね、何があったかぐらいはね。今日は一応終わりまで、だからまあ1時には終わると思うんですけど、多分もしかしたらね12時に終わるかもしれないねっていうぐらいの感じで思っています。はい、でも多分1時にはなるかなと思ったんで1時と置いてますが、終わらなければ3時でも4時でもやります。はい、あ、メールはね、時間が余ればな、またメール読みたいなと思ってるんですけど、どうもね、ウェブカメラ今まあ接続はできたんですけど、つけてねちょっとしてからなんかね、あのデバイスがなんていうの、切れようの、こいつが切れたら全部のデバイスが切れる、マウスからキーボードから、だからちょっとね怖い、まあ、爆弾みたいなもんで、ちょっとそこはね、あの結局 USB このなんていうの、延長コードが明日にしか来ないのでちょっとあれなんですけどね。じゃあということで、本当に皆様今日もいつもありがとうございます。よし、よいしょ。はい、もう静かにしてください。はい、じゃあ、はい、皆さんの愛のあるたくさんのそのコメントをですね、僕が今から2行にしていきます。そしてここで凝縮されたその2行がこれぐらいでしょうか。はいね、本当に素晴らしい2行なになります。はい、じゃあいきます。音大丈夫ですか。音うるさいかな、ちょっと。まあまあこんなもんか、変えてないもんな。よし、これでいこう。いよいよ最終回ですか、楽しみですね。何日から、昨日ね最終的に1時までやって、もう1日やろうかっつってもう1日やったんですけど、別に特に山場はなく、しかしながらあの僕くんの妹が生まれたという連絡が入りました。生まれそうなんかな、生まれそうっていう連絡が入ったんで、いよいよ26日目やったかなというふうに思いますね。6、7、8、30、31、この5日間を本日はやっていきたいなと思いますね。まあちょっと寂しいよな。まあまあまだ寂しいはちょっと早いんじゃないか。まあ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 まだな。僕夏4はね、あの PSP か PS ビータかのとこ、ごめん、まだ調べられてなくて、もしやるとしてもちょっと間空いちゃうと思うね。か、もう最悪来年かやね。いつかはやりたいよね。よし、続けていくか。王冠はね、40個中の30何個やったかな、32、3個か、50個中やったら42、3個いってるよ。あの石投げもね、水切りっていうのはあれも11回跳ねてるしね、だから次が13なのかもしれないけどね。まあ本日ぐらいはね、皆さん僕の夏休み3にちょっと集中してね、最終回楽しんでいきたいと思います。では行きましょう。
あ、始まったね。これ見るのももうあと、まあ見れて4回ぐらいもんね。あ、僕くんの肌色変わってない？ちょっと。そうか、このなんかキュウリ切ったみたいな服着てるお母さん、みんなももうあと4日やねんな。みんなしっかり目にこびりつけた人でな。みんなあんなにキュウリみたいな服着るのまあ珍しいからな。僕くん、うん、羊の毛を買っただろ。まあ、うん、勝手に危ない道具使っちゃダメよ。どうだった？あっという間に痩せちゃった、うん、王様が召使いになったよ。羊の毛は牛舎のコンベヤの横に置いといたよ。羊毛は毛糸の材料になるんだよ、うん、あと石鹸で洗うと固まって、うん、フェルトっていうものになるんだ。帽子や人形を作るときに使うやつだね。そうなんや。じゃあいただきます。いただきます。じゃあじゃないけど、だから使い方を間違ってるから、いつもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そうか、羊毛もまあ何かの力になるわけだ。フェルトってそうやって作られんねやっていうのは初めての知識やけどね。そしてもう皆さんに言っておきますと、もう本日は、本日というか今日ね、この生放送の中で虫相撲をすることはほとんど必要とされていないかもしれません。うん、もうキングを倒してしまった今、主も釣りましたし、特にやるべきことはほとんどやってるのではないかと思いますね。しかしながらこのラインナップをね、やっぱどこか1日だけでもみんなに見せたいなと思いますんで、だからここら辺は最後の最後、まあ本当に29日目とかね、本当やることなくなったよなんていう日にちょっとやりたいなと思いますけどね。あ、出ましたね、おさむ、根強いおさむ派がいますけどね。とになんかあれですね、なんかこうなんて言ったらいいんでしょうね、うまく説明できないですけれども。砂糖水を使おう。いや、おさま捨ててないですけど、あの黒いおさま捨てましたけれども、伸びない後輩に多分期待感をかけて、なんで伸びないんだろうと思うタイプの方でしょうね。多分皆さんそういうタイプで、優しいタイプっていうのかな、どうしてこの子はできないんだろうな、僕がやってる、私がやってる方法であればもっと仕事ができるのになって、多分そう思いながら教えてもなかなかその子はできない。だってできない子なんだからね。それをしっかり分かった方がいいと思うけどね。この牧場を手伝ってるの、うん、言うてたね、それ僕言うてた。ほらもうお母さんも嫌がってるわ。僕くん、あ、どんぐりせや、今日の晩御飯は何でしょう、うん、今日カレーライス、カレーライス。これはもともとドイツのお料理なんですよ、うん、じゃあカレーライス、じゃあ、え、あ、じゃあハンバーグじゃね。あ、ハンバーグのバーグってドイツのバーグなん、ハンとバーグなんや。え、でもバーグってよく使うよな、ドイツって。あ、そういうことなんだ。え、エビチリじゃない、エビチリ中華やろ。山菜おこわは絶対違うもんな。絶対そうやって、バーグやって。当たるか外れるかわかんないけど、うん、楽しみにして待っててね。へえ、すごいな。いや、エビチリシュバイゼンとかやったらドイツっぽいけど、エビチリシュバイゼンじゃないやろ。いやいや、そういう、いや、あれは、え、エビのチリソースじゃないの？やっと思うから多分違うと思うよ。そういう略やったら確かに俺もまあエビチリ選んだかもしれんけど、まあそうやな、牛の前でハンバーグっていうのもね、なかなかお母さん肝が据わってるというかね。まあほとんどお母さんが実権を握ってるって言ってももうあれやからね、ザレ事ではないから。オコワーテンベルグとかな、そう、それやったらいいんじゃない。それやったらドイツっぽいけどな。おこわいし。じゃあもうほんましょうもない、適当なこと言ってる場合じゃないねんって。みんな乳絞りに集中してよ。みんなほら今どこの乳を絞っているかってことをもうしっかり考えてみてほしい。みんな今日はほんまあっちうまやからね。だってどうやった今日、だって1日から見てるよっていう人いる？全部じゃなくてもう1日からあの放送を見てるよっていう人がいたら、今日で8日目やで、もうあっちうまやで。1週間過ぎたんやで、もう。あ、ぐるぐるか、はい、な、今日俺インスタでさ、オセロが踊ってるっていうやつをあげたんやけど、どうやらその映像を見る分には僕の顎が20顎になっているっていうことが出てきまして、ちょっと僕としてはそこで若干ネガティブになってるんですけど。あ、全部見れてる？あ、全部見れてるっていう人、すごいな、全部見れてるって。仕事頑張れな。あ、なんで、あ、それはもうそういう種族だからです。はい、そういう種族です。小部族、うん、可愛かったでしょ。
オセロもまたみんなの前でね、なん USA の曲も一応踊れるんで、ね、オセロは Come on baby America も踊れるんで、一応そこだけね、その動きしかできないですけどね。え、もうこれいっぱいあった？よっしゃ、あ、スワローズ見に行くか。そう、いやあれ下向いてるからやけどな。でもよーし、じゃ見に行ってみるか、スワローズ。あ、スワローズ、いやもう変わってないな。解消か。うん、解消やな。オッケー、楽しみやな。あいつらもまたなんかなるんでしょうね。ずっと世話してきたからな、スワローズも。俺結構世話してきた方やからな。これで牛乳あげようか。じゃあ、いや怒られへんと思う、多分あれは。あれで俺が動物愛護団体に怒られた。俺動物愛護団体を訴えるわ。もうはい、ミルクだよ。イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。よいしょ。よかったね、お腹タップタップやなあ。イカ飯お腹タップタップや。よし、でね、もう一個言うと、全然別の話ですけども、僕の夏休みとはね、本日が8月の8日ですよね、8日で、17日18日あたりなんですけど、18日の放送はしこたま生と言いまして、今日何しようかな。まあお酒を飲むっていう話なんですけど、そこで大相談会を開きたいと思います。8月の18日は大相談会しこたま生ということで、お酒を飲んでああだこうだ皆様の相談を受けます。おかしゅんとともにね、私とおかしゅんに相談事をしたいな、何か部活で悩んでます、就職で悩んでますね、そういった方がいらっしゃると思います。 親のことで、娘のことで、嫁のことで、そういった方もぜひご応募いただければなと思いますけども、まあここはいつも通りのルーティンで行くならばこっちやな。ちょっと大神さんとことかも行きたいけどな。大崎さんとこ行こうか。大崎さんとこ行こう。じゃあ2人に相談したい人もいっぱいいると思うね、やっぱり。砂糖水を使おう。うん、やっぱあれやからね、ナシゴレンみたいな存在になりたいからね、俺は。食べ物で言うたらね、だからいろんなみんなのいろんな意見を踏まえて一つの味にするから、実況界のナシゴレンやね、うん、としては、ナシゴレンとしては、うん、やっぱそういう企画っていうのも順次行っていきたいなっていう所存ですね。砂糖水を使おう。うん、気まぐれんじゃないです、もういいってお前、ナスビみたいな、どんだけちっちゃいナスビやねんお前。あ、もうナスビ捕まえないんで僕、もうここまで来たらもういらん、もう向こう行かないんで。じゃあそう、細木家族、まあ細木家族はまあね、なんかなんていうの、腹話術師の人形みたいに首振るでしょあいつ。今なんかどっかの動画サイトとかあんやったら見てみ、動画。細木家族なんか知らん、カタ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 ってあれカタカタって首振るの、あれなんか首座ってないのあれ。俺いつも兄貴が言うてたわ、生前言うてたね。砂糖水を使おう。うん、ボンジョークってやつやな、これな、ボンジョーク。うん、あ、マザー2見てた？てやな、ちょっと待ってな、そのコメント見れてへんけどな。とにかく大神さんとこ行くな。はい。もうイワシ雲の時もあるね。うん、夏も終わりさ。おばあちゃんって空を見るのが好きなんだね。そっかい。まあうちのじいさんが登ってたとこだからね。ああそうかそうか、極度の遠視なんか思ったけどな、それぐらいしか見えへんちゃうかな思って。もここの家のおじいちゃん、うん、どこからお空へ登ってったの？でも聞いたな。え、あれやろ、火葬場の煙突やろ。うん、そう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 、ちょっと夢がないな。でもそれはな、はよ息子んとこ行けやっていや、はよ行けやっていいな。イケアの CM ででもそれできひんかな、関西のイケア限定で。なんかあんねん関西にも、どこやったっけな、名前忘れましたけどね、イケアあるんですよ、はよイケア。うん、おいいやん、いいジョークが思いついたわ。それ何したいねんのこれ。俺何もすることないぞ。俺もう無視相撲するか、俳句か。お、俳句や、俳句。まあイケアあんま行かないですけどね、遠いから。イケアそもそもね、みんなある？コストコとイケアって若干レアじゃない？行きたい時に行けへん距離にない？
あれが微妙なんですよね。だからやっぱ次もし私が何かの表紙に引っ越すんならばコストコの近くとかに引っ越しやね。あ、もう仕切った。ギアある？イケアか。コストコ近い？え、なんかね、コストコってほんでね、パーティーとかするときしか買わへんのよ、食材とか。そんなペン80本もいらんやん。いる？いらんやん。だから、なんかの表紙にね、なんかちょいちょいみんなでふざけ合うときに、じゃああなたは就活でっていうことで、みたいな、そういうので買うと思うな、あんなんはね。ちょっとこのままもう早く行くよ、俺。あとガラス見てみるか、ちょっと。いや、ほんま80本ぐらい入ってないで、あれ。どんぐりないな、っていうか。どんぐりって俺どうやって調べる？剣の？砂糖水を使おう。あ、何こいつ。え、これなんか、え、見たことある？それ何かいるかな。ここはちゃう？うーわ、すごいの。すごいのやん。何それ。あ、お肉上がったよ。あ、もう買おう。よし。あ、でもな、うん、そうやな、チャプチェとか、あんな腐るほどお前チャプチェあってもな、チャプチェで胃がもうな、チャプチャプになるもんな。せやで、あんまり多すぎるのも、ま、え、どんぐり、見つかってへん。どんぐりにはね、いろんな種類があるんだ。な、何どんぐりあんの？ああいう実がなる木は、だいたい甘い樹液の出る木が多いんだわ。じゃあ、クワガタたちが集まってる木を調べれば、どんぐりが見つかるかもしれないってこと？まあ、そうだね。じゃあ、全然見つからへんよ。僕頑張って、どんぐりを探してみるよ。探してみるよ。探そうな、僕な。探してから言おう。これあかんねんな。社会人になったら僕もそうあかんねんで。あ、探してから言ってくださいって言われるからね。僕もそういうのは。結果を出してから報告してくださいって絶対言われるんで、僕も気をつけてください。よーし、じゃあ早くジジイお前ぶちのめすぞ、今日も。かかってこいよ。さてと、うん、今日はどんな用事だべさ。かかってこい。よし、うん、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。これ100点取れるんかって話なんだけどな。まああの前回過去作品で私今のところ95、95叩き出してるんですよね、これ。ここ吹きの音を出し出てきた出てきた、美味しそうと、風香るデートしたのは君と僕で、どうやら話的には100点を取れる組み合わせはここにはないよって話もあるんですけど、あるよという方もいるんですよね。でそこがちょっと問題で、うん、まあじゃあ自分の直感に一回合わせて、100無理か、ちょっとまあ直感に合わせて行ってみようかなとするならば、今日の気持ちはね、まあ今日めちゃめちゃ涼しなかった。夏外、なんか台風の影響かな、あれ。ものすごく今日涼しかった奈良はね、夏木立、うんね、で秋が綺麗だな今日。イワシ雲、イワシ雲を布団代わりに一瞬陰踏んでないな。イワシ雲を布団代わりに一休み、一瞬の静寂、一瞬の太陽にはぐれた牛が川の中。違うな、やべ、イワシグマやな。イワシグマ布団代わりに一瞬の静寂。イワシグマ78は言ったね。布団代わりに一瞬の静寂。うん、これはちょっとイマイチだな。採点は、うん、次回また精進して頑張るようにな。よし、帰り道気ぃつけろお前な。もうあの過去最高点を叩き出すって、過去最高点を、最低点を私が叩き出すんではなく、過去最低点を彼が出したってことに意味があります。このわずか小学校4年生の僕君に、君の作った俳句は30点だよという、その君の度量をね、そこがどうかしてる。大体やっぱりね、50が超えないと子供っていうのは正直な、こことか俺見た、なんかこれ用もふさふさした羊の毛が置いてあるだよね。僕もジジババアになったら、そのふさふさした羊の毛髪の毛につけられへんかなって思うようになるね、多分なるわ。蛍原さんみたいな髪型してるけど、これはこっちは、こっち何もなし。ここら辺ででも俺あれした、バッチとか取ってないと思うねんけど、バッチとかないの、ここら辺にないんか、これ音かないか、取ったかも俺。あ、声大きくしようか。オッケー、ちょ
ちょっとうるさくなるよ、僕。声を大きくしてって言われたら僕限界にチャレンジするよ。虫相撲行くか、じゃあ。だってもうする、俺なんかすることある？これどんぐり探しに行くじゃ、どんぐりっぺする今日。あ、そうや、あのツイッターのダイレクトメールでいただきました。あのお問い合わせっていうことではないんですけれども、皆さんにもぜひ考えていただきたいと思いまして、おならをどう数えますかっていう質問があったんです。ほんで、あるその人は、1ペ2ペみたいな感じで数えるそうです。おならを1つを1ペ2ペ3ペ4ペと、ミッペかな、ミッペ4ペかもしれんけど、でもなんかご兄弟はそうじゃなくて1方比2方比みたいな感じで確か言うらしいんですよね。あ、じゃあ一発二発か、一発二発で言うらしいんです。うん、皆さんはじゃあどういう風に声聞こえないって、ね、お前耳おかしいんちゃうんか、どんな耳してんねんお前は。ほとんどのやつが今1回2回言うてるやん、びっくりするわ。どないしたいねん俺、マイク食うか、マイクも喉入れるか、ほな1回じゃない、1回か、1回かもしれへんな。じゃあ1回2回かな、一方比二方比もありやと思うけどな俺は。一方二方砲弾の方な。あ、それでもいいかもしれない。いや、一プー二プーはちょっとあれや、可愛すぎるやろさすがに。あ、一草二草もありやな。あ、まあ、でも一方いでも一方、俺でもな、それ女兄弟の方が一発二発って言うらしいんや、それはどうやろうとも思ってんけどな。ぜひ女性こそ一ペ二ペとお答え、じゃあだからこれは時の場合にもよりますけれども、女性と男性で多分答え方変わってくると、女性の方は1ペ2ペが正解です。男性の方は1発2発1方2方1ガロン2ガロン1ガロン2ガロンです。男性の方ガロンって何、それ水の量ちゃうの、なんなん、いやもうええって、なんで重ね塗りしてんのお前、ニスかそれは。第1波あれ、どんぐり、え、どんぐりじゃないよ、僕の。どう見てもどんぐりじゃなかった。じゃあ、違う、じゃあ、そこにある、うん、あるじゃない、それ。やったね。え、何やんの、それ。あ、姫、あ、姫来た。ここめっちゃいいな、これ。このなんか、不労所得が集まるとこ、これ。この不労所得が集まるとこ、めっちゃいいぞ。曲がり物の集いしとこな。よーし。今日もやっぱ虫は得ていきたいからね。虫も結構俺集めてるからね、意外と。俺ほんで今回はちょっとごめん、 ここは意味ないんだけど、ここもカットな。この後の最後のところで俺めっちゃ左に行きたい、ずっと左に行きたいと思います。なぜなら左になんかこの干し草みたいなのが集まってるとこがあって、そこ俺行ってないんじゃないかなと思うんで。よし、あ、ほんまや、 BGM 忘れた。俺いつもここ BGM 忘れんねんな。もうここ左に曲がっといて、あ、そうや、ツイッターでもね、あの日が懐かしいですね、ワイワイさんってところね、あの初日ね、このゲームをやった初日、私のコントローラーがね、右しか効かず、右しか曲がれなかった僕くんね、やるのも懐かしいななんて思いながら、皆さんはこの僕の夏休みで一番面白かったという、あった！力見せろ、力見せろ、力見せろ！あかん、その角度あかんわ、その侵入ルートなしで、僕こう斜めに行かないか、よし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 、取れへんか、僕そこ取れるやろ、あかん、もう一回左から行くわ、攻めるわ、うわこんなとこめっちゃ微妙やん、一回右行く、え、どうしたらいいこれ、もっと向こうから一回登ってみる、じゃあもっと向こうから登ってみるか、こっちから、これでいいんちゃうか、これいいぞ、いやこれ角度無理やろこれ、いや無理やって、これもうちょっとちょっと待って、もうちょっとこっちから攻めるわ、カーリングみたいな勢いで、こうグーッとこういって、あかんわ、あかんちょっと待って、これ俺取るまでこれやるぞ、朝まででもやるぞ俺は、やると決めたらやる、でもやらないと決めたら一切やらない、お、それが、あーもう、よしよしよし、侵入ルートは掴んだ、
ここや。もうお前それなんやねん、もうどうし。そこの芝どないなってんねんお前。打つもびっくりやぞそこ。右から行ける、あ、右から行けるか、ちょ、右行ってみるか。よっしゃ、カナダ、カナダ。こっちはおじさんおじさんの方いたよ。しよしよし、これちょっと待って、今見て、41やったわ。41でした。もういいわ、おじさん喋ってもなんかこっちの利益にならへんから、ずっとそれしといてくれ。これで41もあったし、虫図鑑もだいぶ収まって、あとね、虫図鑑も別に虫相撲に害なく収められますよという方法も教えていただいたんで、本当にありがとうございます。初見でここまでできたのは皆様の、一重に皆様のお力添えのおかげかと存じます。この度は本当に皆様ありがとうございました。ちょっともう寝ましょうね。これはもうここ入れへんの、これは脱がしたまんまでいいの、俺もご飯大丈夫これ。よし飯食うぞ。ちなみに今日はごめんなさい、サンドイッチ食べました僕。サンドイッチはいいでしょう。でも昨日一昨日と僕はサラダとゆで卵を2個っていう習慣をずっと続け、今日別にサンドイッチ1つ2つ食ったぐらい構わないでしょう、別に問題ないと思うんですよね。これ何、このご飯できた。ダメなん？そうですか、今日ですか。今日、うん、決めたんだ、もう行っちゃう。あっちの嫁さんとは相性いいの？たまには戦争さ、まずは家来にしねえと。戦争？そうなんだでもいい子たちさ、うちの子も嫁さんも。戦争するの？じゃあ行くよ。うさぎを歌うの？行くよって何？都会に行くんじゃなくて、あ、今から歌歌います、行くよってことね。はいはいはい。夢いや、まだ歌うな。いや、いいいい、うん、あ、上手やわ。最後まで歌や、歌うな。うん、ふるさとと最後のおじとんいや悲しいわ、おばあちゃん言ったな。いただきます、いただきます。もう二度とおばあちゃん見るものはいいひんかったね。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。やっぱ誰も今もう本当あれでしょうね、まあ、お通夜みたいなお食事になったかもしれないね。ちょっとそれはまあ仕方ないとこあるけどね、やっぱおばあちゃんがいなくなっちゃうっていうのはね、どうしても。元気やったね、たば、そ、空へ羽ばたいたね、そ、空へ羽ばたいた。それなしたっけバイビーやな、それはまあでもいいんじゃないかな。おばあちゃんがその決めたんならね、息子と一緒にその生活するっていうこと多分決めたんです、おばあちゃんはね。僕は良かったと思うよ。あ、ガラス細工行ってみようか。ガラス細工行こうな。僕、あ、トイレ、そうやな。トイレ行ってみるか。15日目 ぶりぐらいに。トイレも行くし。こっから降りて、俺、逆に、いや、草滑りして時間かかるから、こっちから行こうか。あ、あとね、なんかどうやらこの僕の夏休み3、初日、電車でお父さんと一緒にこのおじさんの家、親戚の家に来ている時のさなか、僕の夏休み2のキャラクターが、後ろに歩いていましたよというようなコメントというか、ツイートいただきました。写真付きでいただきました。よくそこにあなたは気づきましたね。なんかどうやらそうみたいですけどね。僕の夏休み2でギターを弾くお姉さんがいたんですよ。頭にバンダナを巻いてね、そのお姉さんがどうやら同じ新幹線に乗っていたということで、いやーなんかそこに繋がりを感じるなという。じゃあ僕くんと、あの僕くんはそう、サイモンのはな、サイモンのはやろのやつ、そう、この人はまた違う人ね。この家って古いよね。表に出ろ。そう、俺の方見ても僕。
パーフェクトヒューマンみたいな感じたこと言ってみたけど、もう一回やってほしいんだけど。何かを成し遂げて、ご褒美が欲しくなったら、またここにおいで。うん、分かったよ。はい、もう何もなかったですけど。表に出ろとだけ言われましたね。表に出ろって言って、でも喧嘩した人見たことある？ぶっちゃけ喧嘩するんだったらもうそこでする人多いよね。あんま見たことないな。ちょっと表に出ろよっていうのは俺ごめんなさい見たことない。関東ではあるのかもしれないですけど、あんまりね、居酒屋の席でもないですけどね。冗談として言うことはありますけどね。僕に失礼極まりない。ああでもこの家古そうだねってことですか。そうかな。でも俺古い家の方が好きやけどな。ほんま今ひいおばあちゃんの家とか俺住みたいもん。自分の関東もないんかな。もうちょっと表に出ろよって言うんでしょ。って言うんだよ。うん。指一本で十分って何？倒すってこと？指一本倒すの？やっぱりもうちょっと経営規模を大きくしないと無理があるな。どういうこと？おじちゃんにね、右ちゃうか？もう少し大きくしましょうって言わなきゃなってこと。コルン右や思うけどな。右利きなのかな。大人の牛はあれ以上大きくならないと思うよ。うん、もうそのなんかもう見当違いのことやめてくれ僕。よーし、やれるぞ今日も。あ、でも福岡は確かになんか日頃生活してて銃声が聞こえる街って聞くもん俺も。日頃生活してて銃声が聞こえる街福岡。ちょ、俺も行ったことあるけど、私の時は聞こえなかったですけど、ね、たまたま、うん、これ姫を怖かったらオスとかメスとかないのね。姫なんだけどオーなんだ。うん、言ってることがよくわからないですけど、別に大きい姫もいるでしょう。それはね、あのなんか何でしたっけ、結構最近ね出て森さん中もそうですしね。でももう他入れるやつないよね。蝶々も取ってないもんね。 BB 弾使うやつの音ならよく聞くの。 BB 弾ってでもあれ あかんのちゃうの。売ったらあかんのよな BB 弾ってな。駄菓子屋でも昔 BB 弾売ってたよな。ちょっと待ってな、これちょっとじゃあ日課こう。あ、北九州だと思うってことですね。それ北九州やね。北九州はそうねんって。みんな恐ろしいなマジで。北九州はおばあちゃんが引っ越ししたよ。あっちの家でおばあちゃんが幸せそうになれるといいのにな。いいのにな。歌詞っぽいですね。寂しそうなおじいちゃんとあなたはおっしゃってますが、おじいちゃんは死んでいるはずなんですけどね。あ、こっちのおじいちゃんのこと言ってるのかな。なるほどね、僕は感情豊かだ。まあまあおばあちゃんにとっては忘れられないオーガストになったでしょうね今年は。多分そうやと思いますけどね。甲子園花咲徳栄が勝ったんは見たけど、見たっていうか知ってるけど、そリアルタイムで見れへんからな。やっぱなんかちょっとそのあの熱盛のやつでああいうので見たりするだけ。最後の熱闘甲子園とか。熱闘甲子園ってでもあの女のアナウンサーしか合わへんな、いつも思うけど。あ、徳春な、はいはい、徳春です。なんか徳春な、はいはい、徳春です。わかりました、徳春です。ごめんなさい、訂正します。僕が今30秒前に言うたのは徳永じゃないです。徳春と読みます。あれはすいませんでした、誠に申し訳ございません。迷惑をかけました。はい、もう忘れま、二度と忘れないで。僕は長崎と来たら徳春と答えます。僕は、はい、はい、わかりました。女の子ね、ちゃんと調べて。はい、はい、伝えておきます。そりゃもう女の子生まれた。どうしたの、はい、あら残念、一足違いで切れちゃった。う今ね、お父さんから電話。女の子だって。女の子やって。そうだよ、やった、おめでとう。おめでとう。かけてみようかな。おう、迷惑やわ多分な。電話代かかるけどいい、いいよ、いいよ。そんな名前わかるかい。わかんない。そうか、こっちからは連絡のつけようがないね。しばらく自宅にもいないだろうし。僕くん、妹ができたね。うん、おめでとう、お兄ちゃん。おめでとう。妹やって。ごちそうさまでした。妹か、俺妹、どんな妹になるやろ。俺が妹おったらめっちゃ静かな妹になりそうやな。ああはなりたくないって多分なると思うわ、俺が妹持ってたら。
なあ、でも弟か妹か、あ、でも俺弟の方が欲しいかな。お、そやなあ。でも、まあ、僕小4やねん。小4ってことはもう10歳近い年齢、そう、10歳近い、あ、どんぐらい上げてない、10歳近い年齢でどうなんでしょうね。年齢差があれば何かいるかな。弟やめとけ、弟やめとけって。やったね。いや、せ、いや、あれですよ、経験論でものを言ってるでしょ、あなたは多分。それ弟さん見てたらちょっとかなりかわいそうな感じですけどね。あ、10歳離れたいとこいる。まあ俺は兄貴と10人離れたからな、あんま会わへんかったけどな。うちの妹とイカ飯は同じ月に生まれたんだ、うん、そうだね。でも8月2日と27日の生まれだから25日だけ子牛の方がお姉さんだね。おばちゃんって時々細かいことを言うね。そうよ、おばちゃんみたいな人のことをこっちじゃ神経たかりって言うんだわ、うん。あ、もうじゃあ多分今私のこの放送見てる人神経たかりばっかりは、神経たかりのあれよ、集会所やわ。多分うち神経たかり多いよな、じゃあな。よし、多分俺そんな気するんだけど、俺はじゃあなんなんやろ、神経なしかな、神経なしかもしれん俺。あ、これは、あ、これ何や、あ、言わへんの。表に出ろ。かぶすね君は。アメトークとかに向いてるかもしれんな。向いてるかもしれへんわ君のその、あ、ちょっと待って、あかん、牛乳取りに行かなあかん、あ、こっちから入ったあかん。無神経っていうのか、あ、そうか、そういう場合は無神経っていうのか、神経なしじゃなくて神経がないと書いて無神経な、はいはい。開幕戦いたつやろうな。なんや開幕戦いたつって。でもあれやな、みんなはその数字のところでいくと、あの、私はあんま数字に鈍感なもんでね、毎日毎日家計簿つけてるお母さんとかいるんでしょう。どうなんでしょうね。うちのおかんはでも家計簿こそあんまりつけてないけれども、あの、日記書いとったね。今日はうちの子があのなんかしましたみたいな、そういう日記書いとったの覚えてるわ。もうなんかな、六方全書みたいになったからね、書きすぎて日記を。あ、もうなくなったん。いや、日記じゃない、なんかめちゃめちゃ字綺麗ね、うちのおかんは。なんか知らんけど書くのが好きなんやろな、多分な、ずっと書いとったわ。数字に疎いから8000人いけないね。いや、31いきゃいいね。毎日8000人いってたお前。毎、じゃあ、ま、さあもうそれすごいすこぶるいいことですよ、毎日8000いけばね。まあでもさ、あ、そんなね、あの、簡単にはいかないと思ってますよ私もね。ま、ワイワイのおかんの話、あ、おかんの話すぎっていうか、まあ、そうやな、おとんよりおかん、まあでもそうやな、おとんは尊敬する人やからな、別に好きとか好きじゃないとかじゃないからな。だからおとんみたいな男になりたいと、お母さんはまた別やろ。そういうのないのかな。まあ尊敬できる父親だったからよかったけどね、私の場合は。めっちゃいっぱいあった、ワイワイの感覚な、あ、ほんま？感覚なぞかな。でもそういう人じゃない人もいんやろね。まあ、別にそんな給料がいいとかそういうわけじゃないですけどね。私にとってはいいお父さんだったからね。そう、もはや偉人やから。そんな風に慣れてないね。音も喋らへんからね。うん、しか言わへんからね。まあ逆や、もう。まあ逆言っとるわ、もう。はい、ゲームが小さいか？イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。うん。なんか減ってんやろな、イカ飯も。なんか肉でも食わせって思うやろな。あ、でも草くんかな。いや、亭主関白じゃないよ。おかんに、いや、そこもだからいいよね。男は多分シリに敷かれてるぐらいが一番ええと思うで、という気がするけどね。星ヒューマンみたいな感じじゃなくて、そっちの方がね、最近はうまくやっていけるんじゃないかなと思うのよね。だから何も言わなくなっちゃいました、お父さんは。うちのお父さんはもう何一つ言葉を発せなくなりました。じゃ、どんぐりを俺探しに行くから、今日。どんぐりこっち行ったら、いや、こっちから行くか。そう、謝らない音。自分が悪いと思うまでは謝らない音。何かいるかな。何もいないよ。あかんか、どんぐりないか。こっち行ってどんぐり探してもいいけど、おばあちゃんの家行ったら今どうなんだよな。もう今何もないんかな。そう、物置みたいなもんやな。何かいるかな。
もういらんそれはもう。すごいの。すごない何も。まあビッグやから買うけど。もういらんそれは。ここは？ここなんもないんか。原生林どんぐらいあるかもよ。原生林っていうことは？こっちの木にはないよね。どこの木でもランダムで発生するのかな。2個持ってて2個あげられるのかな、そもそも。そこちょっと謎よね。何かいるかな。何いる？バック。わっ！うわ、すごいの。大クワちゃうそれ。でっか！めっちゃでかないこれ。売れるぞ、バック。うわ、これ絶対ダンガンやったら売ってるわ。8200円になったとか言うわ、絶対。めっちゃでかない今の奥は。あれはちょっと虫相撲でも楽しみやけど、いやでも今更育てるって言ってもな、もうキングいいひんからな。12万ぐらいすんのかなあれ。そんな高いの奥はって。いいやつやったら。何かいるかな。もういいいいそれ。やったね。茶色はいい。もうでも諦めるわ。もう俺虫キングもしてないもん。虫キングって結局あれ何するゲームなの？カブトムシとクワガタとかを戦わせるゲームなの？それとももうもっと超獣ギガの世界行ってんの？それなんかもう全く見たこともないような生物が出てくるの？ほんまにいるものしか出てこない？ヘラクレスとかそういうのしか出てこないんであれば、じゃんけんするゲームなの？は？虫キングですよね？なんなんじゃんけんって。じゃんけんやん。じゃあ俺やったらじゃんけんパーって言わなかった？こっちがグーかチョキかパーを押した後にじゃんけんって言わなかった？あのチカチカのめっちゃ荒いドットで表現されたやつあったやろ。あれでも うるさいって言われてもしゃあないやんけ。それは俺も気持ちが先走るんだよ。あったよな。あ、絶対勝てへんやつな。後出しのやつ俺が教えんやが、お前が勝つか勝たへんか、その決めろ、そのコンピューターのさじ加減やけど。そう、丸いやつ、そうそう。勝ったらなんかあの、めちゃめちゃなんか四角いラップでペッターってくっつけられたキャンディーみたいなもらえるやつ。そうじゃなかった？あ、なんかペコちゃんみたいな、ペコちゃんみたいなんが書いてある、ベトベトのキャンディーもらえへんかった？あれ今、舐めてないわ。最近舐めてないあれ。懐かしい。そう、残念って言われそう、残念。欲しい欲しいみたいな感じで、そう、残念みたいな言われるね。ああいうのほんまふざけてるよな。あとなんか向こう側に押し倒せずなかった？こうなんか箱みたいになってて、まあ、PS ビーターとかいろいろ、もう名だたる名作がそこにバッって置いたんで、それでなんかこう向こうになんか、ぐる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 ってこう回っていく中で、そのピッて止まって、てみたいな感じのやつで、10プラス10とかが止まったら向こうに10度傾くみたいな。あれ絶対当たらへんよな。やったね。何それ。いいそれは。あったよな、流行ったもん昔そういうの。やったわ。今でもあるんちゃうか。でもそれは UFO キャッチャーなんかしーひんやろ。 UFO でキャッチャーする？みんな。よっ、こんにちは。ねえ、あ、お姉ちゃんって朝の場所体操には出てこないの？うん、あんなに朝早く起きたら死んじゃうからね。あ、パンチ力のやつやったよ。あのパンチ力っていうか、俺らがやった時に流行ったのは、まあ、今ラジオ体操などしてましたけどね。ガラス職人は窯が熱いから、うん、朝早く起きてまだ涼しい時間に働き始める人もいるんだけど、うん、あ、はいはいはい、私は朝は弱いんだな。あ、そうやね。そやわ。はい、ありがとう。あのなんか私の場合はバーンってパンチしたらなんか人を助けるじゃないけど、なんかヒーローみたいな感じで、その出した3回かなんかの合計によってクリアっていうのがあったのよ。確か何やったかな、あのパンチマシン、パンチこうバーンって殴ったら車を壊すとか、そんなんで子供を助けるみたいな、そういうパンチングマシンなかったっけ。なんかそういうのあったよな。これリスやな。それは流行ったよ、すごい。あのおーい、バッティングセンターで流行った。出ておいで。そう、トラック壊すやつか。今でもある？私が地面にどんぐりを置くと、うん、すぐにエゾリスが木から飛び出してきた。飛び出してきた。まあ、ちゃちゃと仲良くなりたいな。この木の中にリスの巣があるのか。うん、そうやね、まあ、その木がリスの巣やねんね。
あ、ワニワニパニックもやったやん。あんやつやろ。あんやつ。うん。まあ、ちょっとやったことあるな。あれは旅館でしかでもやったことないね。さてと、旅館じゃないか。今日はどんな用事だべさ。なんか大江戸温泉物語みたいな、そういうこれ増えてる？よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。あかんわ、増えてないわ。じゃあもうなんか適当なやつでいくか。夕焼けに春夜空一番星が、あ、これ2回やってんのか。な、春夜空デートしたのは君と僕。ちょ、もう適当やけどね。これごめん、適当やけど。デートしたのは君と僕。いや、ワニワニパニックはあんまりしたことないからね。これはなかなかの出来栄えだな。はい、名付けて、うん、いや、お前が返してるだけやんか。さて採点は。ほんまにお前なんか自己中心的やな、お前な。やったー。ポカポカとした春の陽気の中でなんだか幼い頃の夢を見ているような感じの一句だった。お前やろそれは。なかなかすごい。じゃ、俺らは別にこれからの話やから。次回また精進して頑張るようにな。はいはいはい。でも戻ったらええやんな、じゃあ一回死んで。よし。じゃあこの階段上がって。あ、複数プレイはやったことないわ。あー、でもあったかな、友達とかやってたかな。あ、歌ってる。俺もちょっとじゃあ見に行こうかな。あー、でもその日を経験しないなってやるな。デートで、いや、ぶっちゃけてもうデートって淡い思い出になるか。俺あんまならんけどな。デートよりもデートの前じゃない、その好きな女の子、好きな男の子とどういう風に自分は距離を詰めていったかの方がよっぽど青春じゃない。で、俺とかはなんかほんまにみんな男の子3人、女の子3人とか2人とかでなんかその川に花火しに行ったとかいう時にどういう風にその距離を詰めていくかという、あの淡さ、あれの方がねえ。聞け、生まれたね。うん、みどりちゃんも歌が上手くなったね。頑張って練習したもん。はい、ここの場所いいよね。うん、僕ここに赤ちゃんを連れてきたいな。私もママみたいに子守唄歌うのかな。いつかはね。子守唄か。俺でもオセロに歌うで子守唄。なんか子守唄ではないけどな、俺の場合はな。最近流行ってる歌なんか歌うで。犬の街の明かりが嫌だよとか言って、俺ちょっとビーズとか歌いながら抱っこしてるで。俺オセロは君がいないからとか言って俺って押すよ。だからあれは子守唄になるのかな。であれば俺も子守唄を歌うけどね。うん、ちょっとね、なんかしようと思った。俺忘れたな。どんぐりかな。どんぐり探さなかんのかな。たまにない、なんかいらない何も捨ててしまおうって言いながらオセロを抱くさあかな。これそう、それは俺がかかったわ。ごめん、ちょっとごめん、不謹慎、それは不謹慎でした。オセロ に歌う歌としていらない何も捨ててしまおうはダメでしたね。はい、こっちこっち行こう。たまたまね、たまたま歌詞が今そうなっただけであって、そう、ラブ、いやでも名前はラブファントムやから。みんなの夏の曲ってなんなんよ。じゃあ俺でもさ、最近あのカウントダウン TV でさ、あの夏の思い出、ケツメイシの夏の思い出聞いてめっちゃ懐かしいな。夏の思い出ってやつめっちゃ懐かしいわ。あの言われへんかった、思い出せへんかったわ。何かいるかな。どんぐりないか僕。あ、ないか。うーわ、すごいの。え、18万勝ちしてきた。ものすごく勝ちやんけお前。これもういいわ。ええー、の18万も買った。お前もう一月の所得やんけ。消費税払えよお前。もう消費税払えもう。ケツメイシ夏のイメージはね、ケツのポリスとか言って流行ったもんね昔。懐かしいわ。何とか何とか何とかだよっていうやついるやろ。3人のうち1人いんねん。俺そいつが好きやって。なんかあいつの担当やったら俺してもよかったなと。あとあのノーバディーノーズのエンジョイのとこは俺ほんま誰でもやった。あとダパンプのラップのとこ、よ俺はみたいなとこ入ってくとこ、あれ、あこはほんま 俺の担当やったからね。気まぐれんはしてないよ。気まぐれ、何歌ったっけ。里見坂会いたくて会えなくてみたいな曲やったっけ。それも聞いたことある俺。
あ、ジブラ、あのキングギドラっていうの聞いたけど。あ、やった、どんぐりだ、どんぐりだ、どんぐり持っていこう、僕間に合うかな。あ、宇多田ヒゲトラーベリンやな、ふんふんふん、トラーベリンやろ、あったな、懐かしい。俺その時メタルギアソリッド2してたわ、懐かしい。なんか桜ドロップスって曲なかった、なんかそんな感じの曲なかったっけ。まあ全然春やけど、あれの時かな、懐かしいわ。オレンジレンジなんか最近でもなんか たまに出てこうへん、なんかオレンジレンジの、あれも懐かしいけどな。いや、 X ジャパンくれないはちょっとちょっとごめん、あんま言わん方がいいと思う。年齢層が露呈されるぞ。ソリッドアウトとかホームメイド家族とか、もうそこまでいったらもう俺の世代じゃないわ。何ホームメイド家族って、それ逆、新しいんかな、寿司なんかな、寿司、寿司、寿司寿司って何や、新しいんか古いんか分からへんけど、あややもあったな、懐かしいな、みんな懐かしいなって言うほど年いってるからな、もうみんなあったあったって言う時点でもう僕私年いってますってことになるからね。おーい、ちゃちゃ出ておいで、勝俣やなこいつ。じゃあ私が地面にどんぐりを置くと、うん、すぐにエゾリスが木から飛び出してきた。これおかよね、そうか、うん、この木の中にリスの巣があるのか、うん、もうメモっとけばそれ、僕なんかあれですね、なんかその何もとしてないんだっけ、リスっていうかその自然の生物と触れ合う機会っていうの多いのは北海道のいいとこでしょうね。奈良って別に田舎やけど何もないからね、別に鹿ぐらいしかいないからね、珍しい生き物も特にいないからね。ああ、慎吾ママのオハロックもあったな、慎吾ママですだってな、なんとか今日もなんてやろ、やったわ、あれも流行ってたな、マヨネーズが好きやみたいな曲やろ。ゴリエあったな、めちゃ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 イケてる全盛期やからな、我々が知ってるあれは。そういえばそうかもしれへんな。これもう他なんかそういうこと、あ、怒られた。おーい、ご飯高さったよ、ご飯高さったよって言うねんな。へえ。めちゃいけちゃうかな、ゴリエって。じゃあ、いただきます、いただきます、いただきます。だからめちゃいけ、あいのりとか、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした。あ、ワンナイか、懐かしいな。あ、シャムロックも聞いたことあるわ、水獣か、懐かしいな。笑いの冒険もあったしな、レッドカーペットとかじゃなかったもんな、もうレッドカーペットの時高校生やったもんな。もう一回ガラスのおばちゃんとか行くか、ガラスのおばちゃんルートで行くから寄るわ。もうヘキサゴンやな、ヘキサゴンって言ってあのラストのやつが無駄に言うやつやろ、別にルールがしっかりしてないやつな、言わんでもいいやつ、ヘキサゴンとか言って最後答えんねん。あったわ、ね、羞恥心やっけ。あ、コント番組が多かったっていうか、あ、そうやな、でもそうやな、ゴッツもそうやったしな、コント番組多かったのかな、あれな、なんかそういうお笑いの大人数でやる番組は多かったね、でも私、あ、こっちはと思うわ。あの、なんやったっけな、もっとなんかあってんけどな、いろいろ小さい頃の、だからそういうのを見て我々は育った、あ、そう、跳ねるの扉とか、そう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 、そういうので我々は育ったんでしょうね。だから今日の今の若い子たちっていうの、今10代の子たちは一体若い頃に何を印象付けて覚えてるんでしょうね。倍返しだとかいう日来んのかな、昔倍返しだ流行ったよなとか言うんかな、30とかなったら、ほんでそれがちょっと面白くなったりすんのかな。そう考えたらすごいね。あ、トリビアもあったな、懐かしいな、トリビア懐かしいな。あ、来たよお前ちゃん、ピカルの定理って何やん、何やん、おい、いやー、今月はお金がなくてさ、うん、そうなんだ、
君んとこのじいちゃんが作ってる畑の野菜ってすっごく美味しいよね。美味しいらしいよ。食べたってことかな。リンカーンなんのか。あ、何かを成し遂げてご褒美が欲しくなったらまたここにおいで。うん、分かったよ。なんかリンカーンで思い出したけどさ、あれ何やったっけ、英語の教科書なんてやったっけ、ニューなんとかっていう、あれが懐かしいわ。そもそもその響きが懐かしいわ。ニューホライズンやって、ニューホライズンや。めっちゃ懐かしない？ニューホライズンっていう単語が懐かしない？もう俺あんなんとか見たら小1時間喋れるんちゃう？ニューホライズンは。めっちゃ懐かしいなぁ。だってもう見えへんやろ、ニューホライズンなんか。あれ学べんの？まずそもそも。食らうんじゃないよ。もう稼ぎすぎな、お前。マジお前、俺今日コンビニで金下ろすときに自分の貯金残高見て唖然としたからな。ちょっとそこが一瞬の静寂やったかな、ほんまに。じゃあ俺考えたもん、あれって思ったもん。俺なんか俺今月したか、え思って。考えた、いやまだ今月の請求来てないぞって俺思ったもん。マジ一瞬の静寂やったもん。おばちゃん今日はどうだった？今日はうちの家計簿をつけてたの。うん、今月は食費がかかるな。僕がいるから。そうよ。え？その代わりたっぷり働いて帰ってね。いやおばちゃんなんか、いやいい気なこと言うね。なんかね、そうだよ、そうじゃないんだろうけどもね。あ、そう、学校へ行こうもあるね。なんかちょくちょくね思い出す。あ、ちょっと待って、緑ちゃん喋ろう最後。赤ちゃんって好き？僕今までうちに赤ちゃんがいたことなかったから、よくわかんないや。そういえば、私もちょっと前まではそうだったな。みよりちゃん、赤ちゃん好きね。俺、赤ちゃん好きって言われたら別に、赤ちゃんが好きって言うし、いいの、そもそも。赤ちゃんが好きです、なんて。そんなんもう、赤ちゃんっていいよね。趣味じゃんか。そうだね。赤ちゃんが好きってなんなん？どういうこと赤ちゃんが好きって。俺あんまり意味わからへんけど。そ、男の人だけ赤ちゃんが好きってなんなん？じゃあもう成長したらあかんの？赤ちゃんがもう成長したらもうじゃあ嫌いになるの？え、赤ちゃんが好きってなんなん、そもそも。どういうこと、かわいいってこと？赤ちゃんがかわいいなってことを言ってんの？え、こう、メンズわかる今。メンズその感覚、ちょっとビッグこれ、あれするで。あの薬漬けするぞ。赤ちゃん小学生が好き。え、なんかでもちょっと大きくなったらもう嫌になるんでしょ。なんか嫌になるっていうか、めんどくさい時期が来るんだよな、子供としてめんどくさい時期が。それは分かるんですけど、もうこいつでええやろ、もう。あかんの、このエゾカタビラオサムシとなんとかマイマイは。もうどっちがいいのこれ。もうどっちでもいいねんけど俺は。どっちを、そのオサム派は一体どっちを求め、42ミリか36ミリか。でも36ミリビッグやで。でもこっちの方がレアっぽい気はするぞ。エゾマイマイカブリかエゾカタビロオサムシか、どっちかっていう選択肢に強いられると、どっちがいいんやろな。もうこっちかな。あ、まあでもちっちゃい子嫌いってわけじゃないけど、なんかそのほんま無法地帯にみたいになる。ちっちゃい子はちょっとあれやな。どっちもって何？どっちもな。オーケー、どっちも。もうこいつおかすぞ、もう。こいつもいらんやろ。もう俺もう片目もせんからな、もう。よし、逃がせ。もう北海道から違うとこに行ってくれ、もう。そやな、ワイワイも小さいからな。ワイワイなんかほんまにもうすごい小さい、心も小さいし。やかましいわ！ちょっと、瞳孔が開いた、今。大きい声出しすぎて。じゃあ、絵日記でお願いします。びっくりしたやろ。おもびっくりした。私ね、妹が生まれるのをずっと楽しみにしてたから、ひなたが生まれたとき、すっごく嬉しかったんだ。そうなんだ。僕は妹でも弟でも、どっちでもよかったけど、とにかく生まれてきてくれて嬉しいよ。うちのパパとママ、本当は男の子が欲しかったんじゃないかな。なんで？酪農やってっから。牛のこととか跡取りのこととか緩くないんだ。
ゆるくないってどういう意味？大変だってこと。そうなんだ。僕くんのところとこっちの方ってずいぶん言葉が違うよね。北海道はそんなになまってないと思ってたけど、やっぱり結構違うよね。でも僕、みどりちゃんたちの言葉好きだよ。全裸じゃないから。ありがとう。なんもさ。最初ここに来てすぐにおばちゃんが深呼吸しなさいって言ったんだ。してみた？うん。深呼吸したらなんか胸の中が涼しくなった。寒いってこと？そうじゃなくて気持ちよくてキュンとしたんだ。何がキュンとしたのさ？なんだろう、わかんないや。でもキュンとすることってあるよね。うん、あれって体の中で何が起きてんだろう。私の心臓ドキドキ動いてる。おじいちゃんが言ってたよ、心臓は生まれてから死ぬまでずっと動いてんだって。起きてる時も寝ている時も100歳の人は100年間。そうなんだ。100歳の人は100年間。私たちはまだ10歳だから10歳の人で10年間。10歳の人で10年間。すごいね。英語？うん、ながらすごいね。英語の授業？僕のももう10年も動き続けてるなんて考えてみたこともなかったよ。私たちってすごいね。うん。私に妹が生まれた日の夜の出来事だった。いや本当に深いこと言ってたよね今ね。僕とみどりちゃんはね、その中で本当にやれアキラ 100% だのね、大丈夫ですよ履いてますよだの、本当に君たちはよくそういうとこ全くゲームに集中しないの本当にもう露呈しちゃったよね今ね。僕に妹ができたんだ、早く帰って見てみたい、早く家来にしなくちゃ、ね、サイコパスですね彼は。無視でもするよ、最後の前の1日ぐらい、29日ぐらいから。今日めっちゃ早ないか、俺3日ぐらい終わったんやもん。いや無視相撲せえへんかったこんなにスパスパ行くん、めっちゃ早ない。え、だってもう27やで次、めっちゃ早いな。まあでも確かにそうやったね本当に。でも言われてみたらちょっとハッとするのは、100歳の人は心臓が100年間休まず動いてるんだよって言われた時、ああそうやなって思わへん。やっぱこういうのは子どもの感覚ですよね。こういうの大事やと思う、大人にはないそのね、ものの考え方っていうか、すごいね捉え方が。お？うわぁ、なまらいい天気だべさ。いる？今の、ええ、みどりちゃん最後、みどりちゃん最後じゃん。みどりちゃんもなんかあったんやろな、思うことがあったんやろな昨晩は多分。せやな、向くってことやな、そういえばそうやろな。俺なんかもう今年なんかもう背中とかもう肩とかそっからニキビできてて、ほんまもうお前あれやったけどな、なかなれんかったね。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。これとか懐かしい、これ思わん。僕くんちょこっと来て、早くおいで。何？どうした？そろそろうちのツバメたちも、ほう、南の国へ旅立つ日がやってきたみたいなんだわ。今日でお別れか。日本シリーズ？今年はツバメのひなを全員巣立たせることができたね。あ、あったやん。ボク君、頑張ったな。おめでとう。お手柄だ。やった、うん。あ、そろそろかな。日本シリーズや。買ってこいよ。なあ、応援しに行くから。ほら、4番何々やな。5番何々みたいな。ほら、行くわみんな。頑張れよ。来年もきっとだよ。お
ちゃんは何にも言わないの？じっちゃん長く生きてきてさ、別れはいっぱい経験したからもう言葉ないんだわ。おじいちゃんで締めへん方が良かったんちゃうかな。いっぱい経験してきてって。いつものルーティンワークいくか。まあおじいちゃんにも思うことあるから。何かいるかな。戦争とかな、多分そういうのの話なんやろな。なんだこりゃ。マジおじいちゃんに戦争語らしたらほんま2時間いるからな。おじいちゃん、うちはおばあちゃんとかやけどな、経験ある人もいるやろうけど。まあそこはあんま触れんと行こうよな。でも戦争を知らない子供たちって言われたりするけど、まあどうなんでしょうねって思うとこあるよね。それがダメっていう風に言われるとあれやけどね。知らなくてもいいかなと。おばちゃんは小さい頃からこの牧場を手伝ってるの？そうよ。同じこと言うな。なんかあのね、今更になってなんかそういう昔の話聞くと面白いけどね。まあ二度と経験したくないね。でもなんか我々が生きている時代に起こるかもしれないみたいな話聞かへん？なんかよく聞くやろ。アメリカと中国が喧嘩して、日本がその矢面に立たされるというかね、なんというか。まあそういうの考えたら嫌やね。まあもう多分でもその頃はもう私はもうおじいちゃんだから、君たちだよ戦場に行くのはね。君たちが頑張って僕を守ってください。その時はね、奈良を。奈良なんてもう爆弾を落とされることないから。多分落とされても別に支障ないから。別に若干鹿が減るぐらいで、日本から若干鹿が減る。別に何ら支障ないから、うん、落とさないよね。落とそうとも思う。なんかのミスでパンって虫食ったみたいな感じで落ちる可能性はあるけど、うん、なら守られてるんかな。それいいよ、そこは大丈夫。大阪とかを守ってくれれば君たちは。ってな、戦争な。まあでも内戦とかしてるとこもあるからね。でもこの頃ってだって昭和のほんまに初期の、初期でもないな。なんかだから40年代、50年代とかじゃないんじゃないかな、昭和の。また平成は全然来ないような時だけどね。いや炎上ってでもほんまやもんなって。ならなんか絶対選ばれ。俺ある意味ちょっとあれやもん。逆に北海道の人とかめっちゃ怖くなかった？あの北朝鮮がミサイルを撃っている時の話、危なかったよね、普通にね。北海道越えて行ってたよ、確か。北海道じゃなかったっけ、なんか越えて行ってたよな、確かな。落ちたらどうすんだよな、マジな。よし、これでもしかしたらイカ飯にあげるご飯もあと1日2日なんかな。ミサイル怖いな。で、虫相撲あたりを明日か明後日ぐらいに、明日にはもう収めたいな。明日虫収めしたいから、今日はやっぱどんぐりをまず渡しに行くのと、どんぐり渡すぐらいじゃないかなと思うんだけどな。はい、ミルクだよ。イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。これイカ飯めっちゃ愛着湧くんやろな。だってイカ飯も絶対懐いてきてるで、僕にいずれ。おっしゃるとき、イカ飯の方が一番悲しいんじゃないか。もしかして誰よりもイカ飯が一番悲しいかもしれへんね。もはやペットやもんな、あれな。今日26ぐらいじゃない？今日26、7、8、8、今日28。もう終わりよ。めっちゃ早いよな、今日。マジ10時に終わるんじゃんけ。10時に終わるぞ、今日放送。2時間って。スペシャルやな。逆にスペシャル。あ、じゃあ、どんぐりさっき持って、いや、でも、どんぐり、いや、持ってたらもう、私に行けへんっぽいから、先にどんぐり渡してから探しに行こうか。こっちか。僕の夏休み尻も終わりやな。最終的に妹にどんな名前がついてね、そして僕の夏休み4にどういう風なこう、なんていうんですかね、つながりみたいなものを持つのかも楽しみですよね。あのどうやら、まあこれもまあいただいた情報ですけど、今虫相撲では新しいのは出てこないですが、2周目になるとどうやらキングが現れるそうです。新しいキングが、あ、違う、ごめん間違えた、ここじゃない。あ、ここ行ってもいいか。でもちょっとミスじゃん。ここ行こう。
で、その2周目のやつっていうのは新しいやつなんで、私が戦ったことないものと戦うことになるそうですよ。でもなんか、今回はなんか虫を2周目に引き継げるらしく。君、パパママに何かお土産買った？お金持ってないもん。1円も？うん。しょうがないな。じゃあこれをあげるよ。え？何これ？冬の雪？そうだよ。もう夏が終わったんだね。そうだよ。内地に帰ってもこれを見たら私のこと思い出せるだろ？うん、多分。でもガラスは永遠には残らない。いつかは割れるから。そう、君が私のことをそろそろ忘れてもいいかなと思った時にガラスは割れて静かに消えてなくなるんだわ。人は人生の思い出をいつまでも全て引きずって生きていくわけにはいかないからね。うん。帰る途中であっさり割れちゃったりしてな。そんなことないよ。本気で怒るなよ。お姉ちゃん、ありがとう。なんもさ。パーンってまた面白いな、ここで。お姉ちゃん、ありがとう。パーンってここ終わったら、もう一腹を起きる気するけどな、お姉ちゃんと。私もどこかへ帰りたいよ。帰れないの？大人だからね。大人はなぜ帰れないの？大人になると目立つんだ。うんうん。だと目立つ。無賃乗車ができない。いや、もしでも俺が考えてやるやったらここに入れるんちゃうかな、ここ。そうだね、お姉ちゃんとの思い出も溶けてなくなっちゃったね。これサイコパス。この考えがサイコパス。俺これ欲しいねんけど、この鳥のやつ、いや、こうくれよ。うちの親によ。おお、そんなわっかからあんな、お前。丸い、何あれ、何グラスあれ。これ欲しいねんけど。ねえねえ、この小鳥たち知ってた？これ、かわいいっしょ。ほら、誰が喋った今。こわっ。なんか、なんか今怖かったよな。ぼっくんしか言いひんかったのに。おーい、ちゃちゃ、出ておいで。出てこないな。あれ、どんぐりは？どんぐり持ってないとダメなのかな。もうあげちゃったか、どんぐり。あ、そっか、あげちゃったか、失敗した。ちょっとこれ、みちちゃんバグやな、ね、今な。みちのバグや。どんぐりないか？何かいるかな。うん、それいいわ。やったね。僕、その真っ黒いのもうやめよう。うん。僕もこれ蹴って。何か蹴ってってことない？でもどんぐり、うん、そうやな。昔はどんぐりごまって言って流行ったけどな。これもう俳句しても多分増えてないから、今。増えてんのかな、今。え、なんかね、リースこのちゃちゃと仲良くならなあかんちゃうかなって気するから、まだだと思うねんな。ここはまあもう、いいや、ほっとこう。ね、みちちゃんはそういう存在じゃないと思うけど、そういう存在っていうか、あ、こっから行こう。こっからの方が早いね。みちちゃんは確かなんか内地から来た子やから、え、でもそっか。親見たことないもんな、みちちゃんのな。そう考えると若干怖いとこあるよね。だってみちちゃんはあの虫相撲をしている中で、散々みんながキングを倒したら新しい道を教えてあげるよって言われたけど、それはあの消防団の道やろ。だからみちちゃんだけは知らん道を知ってたってことやんか。そしてあの流れる滝の向こう側に行ける、要するに自分に物質的反応が起こらないってことを考えると、確かにみちちゃんはそういうものなのかもしれない。そこは名前と相まってるかもしれないね。うん、道だけにっていうのもあるかもしれない。だから何かここでその、あのなんか、トカゲみたいなのに勝てなかった時の霊とかが宿ってるのかもしれない。だからもしかするとやけど、緑ちゃんがいつも遊んでる感じなのは、あれはみちちゃんじゃないのかもしれないね。うん、なんかそう、お地蔵さんとかかもしれない、実は。で、僕くんがお地蔵さんに喋りかけているから、あまりにも。だから、あの、隼人くんは、おい、僕くん何言ってるんだよ、つって。そのお地蔵さんは、内地のとこから来たんだよ、なんていう説明をしなきゃならないのかもしれないね。うん。そうかもしれない。そう考えると、どんどん辻褄合ってくるよね、やっぱり。で、彼女喋れないからね、お地蔵さんだから、本当は。かもしれないよ。俺は今、何をしてるかっていうと、ちょっと気を見たいんで、こっちの方のこの虫相撲のエリアに行こうと思います。まあ、噂のみちちゃんのとこ行きましょう、じゃあね。よし、おったな。
なんか新しい虫おらへんな。ほら、みちゃんや。ねえ、みちちゃんはこっちとあっちどっちがいいの？こっちもあっちも好きだよ。でもあっちとこっちは違うんだ。めっちゃ浮かない。ちょっと待って、今の俺らがあの話をした後にこっちとあっちは違うんだってさ。いやちょっとさ、なんか全部それあってくれ。マジ寒気するわ。いやこっちとあっちってそれこの世とあの世かもしれへんで。いや可能性あるやろ。なんかいやこっちとあっちっていうのはその内地って言ってもいいや。だって僕も内地の人間なんやから。いやなんかそれでも考えてるんちゃう。若干その何かいるかな。制作側もいいってそれは、ね、お前貪欲すぎるってそれ。そう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 、兄でも出てきたやろ。おばあちゃん、あのおばあちゃんじゃないか、兄も出てきた。あ、違う違う違う、僕もうそれそれもういい、やめろやめろ、即せよ。え、捕まえた。あ、ニューや。え、カワトンボ、あ、カワトンボや、カワトンボもいいけど、あ、僕そこニューいる。よし、よーし、あ、いいよ、はい。あ、そういやない、あの、PT の新しいバージョンみたいなやつも砂糖水を使おう。 PT の新しいバージョンじゃないけど、なんか、ファンが作ったやつ。お、あれじゃん、何かいるかな。レツカヨウちゃうの。これレツカヨウやって。やったね。うん、なんとか髪切りやろ。あ、レツカヨウいいわ。ジャンボ君入れよう。これ、あれ入れるから。どんぐりがないな。こっちは、こっちないかな。こっちなかったっけかな。こっちもあと繋がるだけかな。あ、ショボだ。こっち、こっちの木にあるわ。担々麺うまかった。ワイワイも食べよう。うん、もう俺食べたら炭水化物って言われるもん、マジで。俺をまるで炭水化物の化身かのように言うねんで、みんな。うわ、すごいの。なんなんこれ。あ、大怖かったメスやって。おもジャンボ君に入れようか。まあ、最近俺そんな感じでマジで言われるの、炭水化物の化身みたいな。そういう感じでみんな捉えてるから、こっち行って帰るよりもこっち行って帰った方が早いな。だってそうやもんって。本当に、お、はい、いやあのに、あ、ほら、ほら見てか、ほら、しゃ、はい、あ、つくつく帽子や、これジャンボ君に入れよう、うん、西川のりおや、ま、ここら辺にも前におって逃がしたんな、俺な、いいひんか、本物の PT はでも確かできひんよね。できても別にやらへんけどね。ここは？この木は？何かいるかな。あかんわ。なんだこりゃ。知ってるやん。めっちゃ見たやん、僕。もう忘れてしもったやん、僕。もちいいひん？新しい虫。まああと虫だけでこうポッて捕まえてしまいちゃうかな思うんだけどな。こことか実はなんかあったりとかせえへん？トゥインってならへん？王冠も40やからな、41やからね。俳句するか、俳句してみるか。どんぐりちょっと見つけたいな。こっちの道行ったとして、おばあちゃんとこのこう木ないから、こっち行ってで戻って海行って寺の方行って俳句行こうか。じゃあその時にどんぐり持ってたらどんぐり渡そう。あ、ロープはやったやった。ロープはなんかね、船のとこやね。こっちから行って、ここ行って、あこ行ってやったとしたら、繋がってるとこがあっちやから、うん、ここからもう、違う、ここやな。よし。もうあと3日なんか。どうやらね、31日目は、プレイできないらしいです。ので、実質30で終わりです。だから明日、明後日で終わりです、皆さん。もう僕の夏休み3が。いやちょっとでも終わった後にこうちょっと語りたいな。どこが一番好きやったかっていうのを、もう前回のアーカイブをみんなで見直してね、それこそ38時間ぐらい見直しても良いのではないかというぐらいのね、それぐらいの私としてはやっぱ思い入れの強い、こっち行っちゃうと時間かかるから泳いだ方がいいな。泳いでも一緒か。あ、でもトンネル抜けられるからな。寺行こう。
32日、あれでも32日目俺 やったよな。やったけどあんまり何も変わらんかったかな、確かな。一瞬で終わったよね。なんかある意味あれもあえてのバグなんかな。あえてのバグってことないか、バグをあえては残さんか。楽しかったね。まあどっちかっていうと、まあ、締め若干締めになっちゃいますけれども、やっぱ虫相撲は楽しかったなっていうのもありますけどね。白熱したね。あくまであの 絵があんまり変わらない、その絵映えしないものに対して熱くなれるっていうのは、もう私としては本当にあのちょっと若干自分が病気なのかなと思う。今日は合唱の練習に行かないの？ん？何それ、まるで私がここにいたらなんか困ることでもあるみたいじゃないさ。ゴム飛びしよっか。せえへんだから。なんでそんなことをしなあかんの逆に。よし、じゃあ虫相撲しようもん。虫相撲今日ちょっと虫納めするか。虫相撲厄介。最後の虫相撲か。ふっ、俺様に勝とうなんて2万5000年早いぜ。勝ったけどな、もう私も。じゃあもう2万5000歳や俺。この生贄制度ってなんなんやろ。今日28日目ですよ。最初は僕からさ。だってキングがいるから見ていい。じゃあこれでどうだ。それキングに出してくるんだ。チョップの宮蔵。ほー、チョップの宮蔵ですか。まあこっちもあんまりね、キングに対してやっぱりその生半可な無視でいっちゃうとね、問題が起こってしまうから、やっぱりここは一回ワンクッションっていうことで、こいつかな、初めての専門家かな。彼はやっぱりね、最初すごい活躍したから、ガンバガンバめっちゃでかいもんね。だからこの異種甲虫対決、どちらが制すか楽しみですね。では行きましょう。もう押さんでいいな。よし行きましょう。よいスタート。許さないか。やったね、どんな問題。でもうるさくてそういうとこじゃなかったけど、はいはい、じゃあもういいっすわ。じゃあやっぱ格闘に対してはね、向こうが相撲をしないんならこっちも相撲はしないですよっていう。16勝11敗けど、この16勝非常に密の16勝です。大雪山流思想、大雪山瑠璃星、その人、まあ、彼がもう本気を出せばもうほんと砕け散るからね、臓器が弾け飛ぶ。よし行け。ちょっと来ちゃいな。僕の勝ちなんだわ。ちょっともういいっすわ。はいはい。でもここら辺でちょっと、まあ、後で言われてもあれなんで、でも映像マイマイかぶりでしてください。絶対勝、これ絶対勝てないです。これは彼は、何にも期待しないでください皆さん。もう別にどうでもいいです。消化試合ですこれは。よし行け、ね。はい、頑張ってください。うわ、まずいっしょ。まさか。頑張れ宮蔵、頑張れ宮蔵。何してんだよ宮蔵。もうじゃ次は俺の番ね。だからもうそうなったらあかんねんって話がややこしなるわマジ。お前は頑張れ、いいって。もう頑張れ。早尾、早尾クワガタ、早尾クワラ、いけ早尾クワラ、押し切れ押し切れ押し切れ早尾クワラ。よし、俺の勝ちだぜ。順当な結果やね。よし、最後にじゃあ今日は、まあ、あのね、いろいろいっぱい見たやつ、みんながこれ見たいってやついる？逆に私はね、カブトムシそれなりの選手はあんまり期待しないというか、まあ、人からもらったやつやからね、名前がね。どっちかというとやっぱ今日絶対お見せしたいのは、いつかはオーロラ、いつかはオーロラと、ほんでこれですね、キリスケ、さらにはこの殺人スライディングでおなじみのジャガイモ仮面、そして最後は何よりもやっぱり筋の親分ですよね。まあ、この筋の親分はもう絶対にもうね、あ、でかいオークワ、あ、でかいオークワ、見てみるか、でかいオークワ一回出してみるか。であればジャンボくんやな。待ってな、ここら辺ちゃうかな。これ69ミリビッグやろ。でもこのオークワがためし41ミリでキングやで。
ちょっとなんか粒豊富やで。一回出してみる。どれぐらいのデカさか。これ相手多くはよかったやろ。でっか。めっちゃでかない。いや絶対負けへん。いや絶対負けへんやろこれは。これじゃ強いでいっても絶対勝てるぞこれは。だってもう圧倒的やん大きさ。え、なんで押されんのそれ。でもキャリアの差。おー、いったねいったね。むちゃくちゃでかいもん。カマキリぐらいの大きさ、長さあるんじゃん。おーおーおー、勝ったぜ。たったたった。見せるね。え、いい散り方した。あいつの散り方はいいね。うん、わかりやすい散り方をしてくれたね。いやまあやっぱじゃあ筋の親分じゃないかなと思うんだけどね俺は。もうこっちの一回ハヤトサウルス行ってみる。こいつこいつは今大クワガタの中でも最強と言われてるからね。まあ、キングを何度も倒してきてるから彼はもう絶対勝てると思うけどね。勝ったとしてやね。彼はね戦績が非常にいいから。なんででもこいつこんなに押せんねやろな。あの大きさの差があってもすごいよな。逆に大きさが全てじゃないってことやな。まあ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 、次は私だよ。ああ、粘って踏ん張って。じゃあ分かった。君の戦いのスタンスっていうものが粘って踏ん張ってその名前にあるのであれば、こっちはごめん、それをさせないで。一瞬で君を蹴散らしてみる。分解して差し上げる。それがこの寿司クワガタ。謎の三足寿司の親分の力ですから。言ってもらいましょう。勝ってね。見るも無駄に砕き散るがいい。おさむよ。負けないで。いくんじゃないか。いった。うおっと自爆。数字の親分自爆だ。しかしまだあるぞ。もうワンチャンス待っている。ついた。ロンギヌスが決まった。負けないで。もうこうやって終わり。もうおさむ戦意喪失です。勝ってね。ああ。私の勝ちっしょ。なんということでしょうか。今の皆さん見ましたか。今の。オサムが、まさかのオサムがコピー忍者カカシのような同じことをしてきた。これは私ちょっと唖然としています。そんなことができるんでしょうか。え、なんですかそれは。持って生まれた才能なんですかオサムの。よいしょ。ロンギヌス再び。これレベル1でロンギヌス覚えてるかこの筋クワガタは。一瞬の静寂やな。やばいなマジで今のは。いやこれちょっと筋怖かったで。いやこれもうこれかけるしかない。もう押しでは押しで勝ってもしゃないから。俺から行ってみよう。この筋怖かったでかいからまだやってくるんちゃうかな。あ、いたあー、いいぞ、当たった。オッケー、いった。ロンギヌスやろ。殻が問題で、殻が問題。容赦なく攻め立てる。一度筋怖かった。36ミリ。粘って踏ん張っては出してきた。出してきた。いやそれめっちゃ強いな。これか。オサムファンはこれを待ち望んでたんか。だから必要にお前らはオサムオサムと言ってきたわけだ。口を揃えて。でもキリスケいっちゃう。でもキリスケはマジでお構いなしだからね。頭突きっていうかもう殴ってるからね。こっちあれめっちゃ蹴るから。この虫でいいの。は？あれその虫でいいのやって。お前舐めてんの。うちのキリスケを相性とか関係ないから。うちのキリスケ列変えようやから。よし行け。勝ってね。目にもの見せてくれるわ。あー、いた。ほら、あ、なんてさっきお前なんて言うた。おお、サムが回復してた。お前まず蹴りを見せるが当たらない。スピード中央、スピード中央で押し合いが始まった。三角蹴り、おー、当たらない。いいんじゃないですか。これは当たった方が負ける。その戦いじゃないですか。なあ、トータム必要に粘ってくる。それに惑わされたか、キリスケ。負けないで。ここからですよ。当たった。回し蹴りがヒットした。負けないで。このまま押し、あー、そうはさせないと。粘って踏ん張って、なんとかこの場を逆転しようとしている。スタミナがついに逆転してしまった。あー、当たらない。エゾカタビロオサムシのその体型は合わないのか。あー、決まった。私の負け。お前の負けや。次は僕の番だ。よし、かかってこい。あー、いいよ。なんでもいくらでもオサムも持ってきていいよ。
も負けないよ。おさむごときには負けはしねえぜ俺は。少し押しとくか、うん、押しとけ最初に。じゃあいいよ、いくらでもおいで。うわそうか、まずいっしょ。負けちゃったべさ。いやもう勝てないよ、キリスケ意外と戦績いいから。じゃあ次は俺の番。28勝2敗や。あもうこんなんも余裕うまいじゃん。頑張れ。押されるやろ、押されるけどこっち蹴るもん。だっておお、もうそれ虫の動きじゃないもんね。ってどう考えてもそれで使いようやもん。あかんよ、まあいいじゃん。おー、この虫も10勝だべさ。名前つけねんって名前つけねんって何。もうほんまセンスないのマジで。早尾クワキラーやって。お前が大クワやのに、なんで大クワをキラーしてんねん。ほんまお前センスないの。いや、じゃあ、あいつに、お前、仮に俺らがあれして、死に耐えて虫になっても絶対にあいつにはつくな。最後のこぎり見せよう。うちののこぎりや。いけいけいけ。このこぎりをここまで鍛えたワイワイさんっていうのもちろんみんなに見てほしいね。頑張れ。これが最後の一戦、早尾オクワキラーを倒す戦い。押せ押せ、俺の勝ちだぜ。何もせえへんや、何もせえへん、もうやバイキングの小峠じゃない方やん。もうでも出すやついいひんもんな。あ、最後にじゃあこのジャガイモ仮面いく？ジャガイモ仮面が殺人されてく見せてくれる？これでもしかしたら決めてくるかもしれないよ。スタミナで負けてるから3プッシュぐらいしとこうかな。よし、いけ、決めろ、殺人スライディング。こっからうわ、おー、後ろ回し蹴りからの、ああ殺人スライディングでコンバートだ。守備表示、あ、コンバート、しかも失敗コンバートだ。さらなる失敗コンバート。失敗だ、あまりにも流行る気持ちがコンバートに次ぐコンバート。自分をちょっと悪い方向へコンバートしてしまいましたね。じゃ、したっけバイビー、したっけバイビー。いや、今のお仕事しましたね、彼は。ほんじゃ、僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。はい、もしいいひんけどね。いや、楽しかったね、やっぱり虫相撲っていうのはやっぱりドラマがあるよね。毎度ドラマが待ってるわ。俺たちが学校行ってる時、お前みちと二人きりだろ。そうだけど、ま、どうせみちは俺以外の男子とはあんまり話さねえけどな。まあ、うん、まあ、そうかな、そうかもしれんな。ねえ、内地の方の話聞かせてよ。なんで？僕、お母さんがあっちにいるんだ。そうなんだ。なんで？めっちゃなんか意味深じゃない？どういうこと？お父さん父子家庭ってこと？じゃあ今何か聞きたいことあっかい？父子家庭ですかってあったら聞くねんけど俺。ないか。ダッシュ、何ダッシュって。強くなった虫は、はい、試合の時に素早く動いて有利に組むことがあるべさ。俺らはそれをダッシュって呼んでるんだ。うん、まだ何か聞きたいことあっかい？へえ、離婚かな。じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。いやでもさ、まだたかだか中学生の子がさ離婚してお母さんに連れて行かれへんってよっぽどおかん、なんかあかんやつちゃうんか。そんな感じせえへんか。普通はお母さんの方につくや、しかも男の子やろ。まあ男の子は全員お母さん好きってわけじゃないけれどもね。えなんか女の子がお父さん好きってのはまあわからんでもないけど、静香ちゃんみたいな感じやんか。跡取りとか、あーあ、こっからどんぐりハイクルート行くよ。間違いなくそうなんかな。何かいるかな。でもいるかな、そういう人。どんぐりない？あ、ないか。うわ、すごいの。何それ。あ、姫はもういいわ。
多分なんかあるんちゃうかな。話重いな。まあでも離婚ってしちゃうとね、やっぱどうしてもね、子供が一番かわいそうやわなっていう気はするわな。吉岡家の墓、うん、この墓石珍しいよな。これこれなんかあれちゃう、フォートナイトの上のやつみたいなのつけてない、これいる、これこれ雪降ってるからとかちゃう、多分北海道は雪降るから多分こういう風に積もらないようにみたいなあれがあるんちゃうかな。この奈良にはないもん。これはあるよ、これなんかね、ここの横にこう置いたりしない、こういう板は。俺これは知らんわね、えフォートナイトよの仕様は。俺もなかなか見ないよね。あれ雪落とした、あ、どんぐらった、どんぐりだ、ナイス、三どんぐりめな。フォートナイトっていう ゲームね。よし、だから吉岡家には積もっちゃうってことだよね。吉岡家はお構いなしってことだよな。じゃあだからあんまりどうでもよかったよな。これ俺行ったよね、もう大体俺取った気すんだけども、もう右側ももう見たし、左側はなかったから、次じゃあ右一杯走ってみてみるか。それありかもしれへんな、右一杯も右そう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 、フィールドを広く使って、僕何においても大事だから、フィールドを広く使うのは。牛さんのとことかにこうバーってキリーンとか言わへんこれ。あ、いい、あ、あそこ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 とかない、あそこ、ここ取ったな、ここここ取ったわ。あ、じゃあもうないわ、ここ。よし、んで、あ、時間大丈夫。俳句してどんぐりいけるかな。どんぐりが微妙なとこやな、これ。1パターンしか変わらへんから、どんぐり先行っていい、どんぐり先行って持ってくるわお前また BGM 忘れた。よし、おーい、ちゃちゃ出ておいで。ちゃちゃは紐なん。私が地面にどんぐりを置くと、うん、すぐにエゾリスが木から飛び出してきた。ちゃもやっぱ自分で生活せんと後々。そうか、うん、この木の中にリスの巣があるのか。なあ、後々ちょっとあかんよな、これで。どうなんよな、あかんかな。さてと、今日はどんな用事だべさ。いや、あかんぽいな。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。ほら、あかんわ、やっぱ増えへんもん。こうなったら俺やめられへんのよな。だからじゃあそうしよう、どうしようかな。麦畑、麦畑、俳句の語句は増えないと思う。あ、もう増えへんの、もう増えへんの。あ、まだ開いてないよ。吹きのと布団代わりに死んだセミ吹きのと、いや大きさ布団代わりに死んだセミ、うん、大きさ的にな、無理やんセミしか。まあまあだな。あ、そう、採点は、うん、何点。あー40点か、そうか。次回また精進して頑張るようにな。ちょっとやっぱり増やしてくれないとね。いや、なんか何やらだあるらしいね、やっぱ増える要件が、なんか語句がね、それがないと。だから時期的にもう今は増えへんとかあるかもしれんけどね。あ、イワシグモの方が良かったか。あ、まあそうかな。見つけた、ご飯だよ帰るぜ見つけたってすごいな、ビー玉みたいに言うやな、人を。ビー玉見つけた時みたいや。じゃあ、いただきます。はい、いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでし した。あ、今日ノントークやな。そうか、あ、勝手に動く、勝手に動く、なんか。あ、こんばんは、こんばんは、おばんです。子供はそんな挨拶しないよ。そうなんだ。私、今晩これから行くんだ。東京に？うん、汽車で。あ、東京か。あれ、み
緑ちゃんは呼んでこなくていいの？うん。なんで？会いたいけど悲しいんだ。悲しいけど会いたくないの。ねえ、せっかく仲良しになったんだからあっちで連絡取って一緒に遊ぼう。うん、渋谷のプラネタリウムに行こう。それじゃあまるでデートだ。あ、みどりちゃん来た。あれ、みち、どうしたのさ。みどり、今晩帰っちゃうんだって。私はその後何度か彼女と会うことになった。ほう。いやー、そうなんや。そして彼女が今の嫁さんだっていう方がちょっとってなるけどな。そうなんやな。いや、悲しかったんやろ。みどりちゃんに会いたい、会いたいけど寂しい。みどりちゃんに会ったら泣いちゃうから、だからみどりちゃんに会いたいけど会いたくないのっていう。それはわかるわ、言ってることは。そうなんちゃうかな。みちちゃんも感情はあるよ。だからナルトでいうひなたみたいな存在なんちゃうかな、多分。でもやっぱさくらちゃんがみどりなんじゃない。でやっぱそのナルトはみどりちゃんの方が好きかもしれへんけど、でもさくらちゃんは興味がないからこっちに来たかもしれないね。うん、待ってな、こっちやな。こっちいつも喋りにくいな。こっちに帰ったらもっとお兄ちゃんにならなくちゃな。じいちゃんが人生の中で家族と一緒の時間なんてあっという間だって言ってた。どういう意味？え、わかんない。私だってまだ若いんだもん。僕よくあっという間に大きくなったって言われるんだけど、そのことと関係あるのかな。さっきチャチャから聞いたんだけど仲良しになったんだって。チャチャって喋られないと思うけど。バレたか。仲良しになった。じゃあ私がこの星のプリティな生き物を代表してチャチャとの友情の記念にこれをあげるね。うわ、上手。あれ、チャチャはエゾリスなのにこれはなんでエゾリスじゃないの。え、だってエゾシマリスの方がバーナーで作りやすいんだもん。なんだそれ。北海道には北海道の都合があるんだよ。お姉ちゃんありがとう。なんもさ、僕先にそれ言うべきやわ。お姉ちゃんありがとうって何でもそやわ。そういうね、でもさ、まあ僕上手やな。でもな、なんでなの、それこれじゃないよね。でもありがとうねってこう下げてからあげるタイプやからね。まだいいかもしれないけれども、可愛いもんもろたなあんな。ほんでお前家持って帰ったらどこ飾るか、お前悩むぞー。これ旅行に行って調子乗ってお前木刀とか買うてもうた日にはマジで邪魔になるからな。ほんまにやめた方がいい。みんな後先考えてお土産は買うべきやね。いつも思うもん。寺田心君わざと今っていう人いるからな。いや、あれが演技やったらでもすごいで。マジノーベル賞もんの演技してると思うよ俺は。すごない？逆にすごない？あの子供がそこまで演技できるって、大人の心をそこまで読みそういう行動をしてるっていうことが科学賞をもらえる、ノーベル科学賞をもらえるんじゃん、もしかしたら。ああ、兄は毎日素振りしてんの？アカデミー賞じゃないよそれ。だってバレてるかあかんやんか。バレへんかったらアカデミー賞やけど、ある意味ノーベル科学賞やん。あれこれ何時今？9時か。傘とかもそうやな。傘とかも確かにな、ちょっとなんか邪魔になったりするよね。わからんでもないわ。いやー、でもなんかみんな去っていくよね。おばあちゃんも去っていくしさ。え、そういう時期なんかな、夏。僕ちゃん、後楽園か甲子園に行ったことはあるかい？あるよ。あるよ、うん、電車で前を通ったよ。じいちゃん、生きてるうちに1回で行くから、内地の球場でプロ野球の試合見てみたいんだ。プロ野球の試合やって、俺近鉄バッファローズのやつ見に行ったわ。プロ野球か。本当は去年、長嶋が引退する前に見たかったな。え、去年ってだいぶ昔しちゃうか。ほんなら、めっちゃ昔やぞ。50年ぐらい前ちゃうの？なあ、多分それぐらい前の話やな。
オリンクス、近鉄オリックスバファローズ見に行ったで俺。僕くん、今回は随分長くこの家にいたね。どうだ、この家にもらわれてくっか。え、絶対嫌。意外に冷たいな。やっぱりお父さんお母さんのところの方がいいもんな。絶対嫌。いや、いい思い出だったやん。でも、男の子が農家や商売をやっている家に後継ぎとしてもらわれてくるのって、うん、一昔前までは結構普通にあったことなんだよ。ああ、でも婿養子とかそういうことなのかな。まあでも毎日毎日牛の世話してたらね、夏休みやからこそまだいいものの、やっぱりちょっとね、なんかな、ちょっとコンビニ行きたいわ言うても多分だいぶ時間かかるやろしな。うん、ちょっと濁して、緑ちゃん。私、安田先生がいなくなることで焦ってたみたいなんだわ。うん、え？前に言ったっけ？安田先生って、うちの担任、お嫁さんに行くんだ。いなくなっちゃうの。僕、最近時々緑ちゃんが機嫌悪いのって、僕のせいかと思ってた。それは当然でしょ？え？出川哲郎ですか？そんなオーバーリアクション。あんたまで帰っちゃうのかい？うん、そろそろね。ずっといてくれたらいいのにさ。うん。ちぇさん、ずっといてくれたらよかったのにな。ホームラン入りました！ホームランって。いやさ、マジ空気読めよな。いやだ、逆に読みすぎや。そう、お前ほんま今めっちゃ胸がキュンとするさシーンで、なんでそんな流すかな。おかしいと思う。めちゃかすよねマジ。あれいやもうここで入れといてもいいんじゃない、もう虫も。でもだから今ちょうど良かったんでしょうね。なんか逆転するっていうのろしを上げる時だったんですよ、ちょうど。広島対巨人やって、よし。そんなやってんな。ラジオででも聞いてる人もいるもんね。タクシーのうんちゃんとかそうやんな。なんかタクシーで聞いてそうな気するもんね。まあある意味ホームランな。いやでもちょっとしたあれ告白やろ。ずっといてくれたらいいのにって。林の馬追いか。林の馬追い林、何なの名前の通り、林の下草、下層に積んでいるか。泣いている時に近づくと泣き止んじゃうのが不思議だな。林の馬追い、林の馬を追い。いや分からん。林の馬追い、え、馬を追うのこいつが。低いなお前脚力。そんな体で追いかけていくって。こっちに何か捕まえてんかって。俺新しいのなんかあの大きいやつも入れていいんじゃない。ミヤマカマキリ、カマキリいるよ。いや、30日じゃないよ。29やと思うね。次がね。この虫は長くて、牛のある触覚と、鋭い顎が特徴。あ、顎が特徴なんや。眉毛生えてる、ほら、見て、ここ。眉毛好きやね、このゲーム。ほらか。ほんだら、に見えた。へぇ、これ強そう、なんか。あ、休憩挟む？いいよ、休憩挟むか。まあ、もうあと2日で終わりやからね。まあ、あと1時間ぐらいで終わるよ、みんな。マジかよ。つくつく帽子や。つくつく帽子っていう名前つけたもん勝ちな気せへん。あれつくつく帽子、つくつく帽子ってやつやろ。つくつく帽子か。なんかつくつく帽子っていう感じもせんけどな。シカ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 ツーンシカシカツーンって。なんていうの、あの鳩もそうじゃない。ポッポって言わへんよな別にな。もうこれ大切断流ももういいんちゃうかな。もう大切断流収めちゃう。これほらめっちゃ綺麗やん。これうって言うねんけど、うちの、じゃうちの近くにいる鳩マジ毎朝言うねんけど、ほんまうるさくてしゃないねん。ふうって言うねん。あれじゃ違うの。俺もこれ前にも聞いた気するけど、なんか地区によって違うらしいで。こいつも入れた俺。これどこもそれふうってやつで、それ言うよな。全然ポッポーじゃないやろ。こいつは？これ俺入れた？トラフカミキリ。
だいぶ入れてる気すんねんけど。フクロウじゃないやろ。いや、フクロウなんかいいヒント。うちの家の近くに。めっちゃ原生林やん、それこそ。おちょ、ここ、いや、違う違う違う。ここに。ってな、それやん。あ、みんなそうなんや。どこもそうなんや。じゃあ、ふーで、統一していってほしいな。オオカマキリもさ、一回置くだけ置いといたら全然違うと思うね、これ。ほら。オオカマキリ。いきなり会うと構えちゃう。相手が誰でも喧嘩を仕掛ける。乱暴者の虫なんだ。気をつけないと怪我するよ。かっこいいな。乱暴者、ジャックナイフや。虫界のジャックナイフや。おカブトムシは？これも入れとこうぜ、一回。カブトムシ。日本では北海道以外に住んでいる森の。北海道以外に住んでるの？森の横。あ、北海道にカブトムシって住んでないの？空を飛ぶのが下手なので、一度高いところに登ってそこから飛ぶのさ。へえ、上には飛べへんねや。でもホームラン出すぎやろ。まだそもそもそうなんやな。いいひんねや、北海道に。いや、じゃあ言ってたってか、ほんまにいいの？マジで？お前こいついらんわ。そうそう、買ってきたとは言ってたけど。筋怖かった。大きなオスになると筋が薄くなるんだよ。へえ、じゃあもう筋怖かったじゃなくなるんだ。クワガタだ。じゃあ寒すぎるからなんじゃない。エゾマイマイカブリは、もうエゾマイマイカブリもいらんやろ別に。もうてか別にいらんやろ。あ、これいいわ。もういらんからもうええわ。いや、もうノン虫相撲、もう虫相撲もう倒しきってしもたから、あとはかぶってるから、うん、大体もうこれ入れたと思うんで。よし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 。あとはあのこのジャンボくんのところもね、もう全部整理していきましょう。オオクワガタメス、オオクワガタメス俺もやったっけ。はい、あ、これもやってるね。でもキングで一応置いとこうか。あ、北海道にゴキブリもいいへんの。やっぱ寒かったらそこまで違うねんね、虫の環境も。めっちゃ綺麗これ。クワガタに混じって樹液を吸う、なかなか度胸のあるやつ。日本最大の縦波長で日本の国鳥でもあるよ。へえ、これ国鳥やねんて。すごいね。代表するじゃあ蝶なんだ、日本。あ、これビッグか。ゴマダラ蝶も行こう。こいつは白黒模様が綺麗だけど目の色だけはオレンジなんだ。へえ、メガネかけた宇宙人みたいだね。でも宇宙人でいいんちゃうかな。メガネをかけたやったら別に日本人でも行きすんだけど、僕そう、宇宙人が緑が代々色ってことが言いたいんじゃないの。あ、ケントデイカットみたいに目がでかいってこと言ってるのかな、ボックンは。じゃあ28日目も終了ですね。いよいよ次が29日目だ。みっちゃんがあっちへ帰ってしまったよ。なんだか悲しい気持ちだな。あっちで会えるかな、会えないかな。ね、ボックンがものすごくでかくなってます。いいね。なんかこう切なくなる時期っていうのかな。まあもうちょっと終わっちゃうからね。まあ軽く、もうほんまに軽くだけ休憩してきます。じゃあ飲み物を取っていくの、タバコ若干3、4吸いぐらいするのと、その間、あ、ぜひ皆様オセロとお戯れいただければと思いますね。まあ10時までには絶対帰ってくる。10時もならんかな。3分ぐらいで帰ってくると思いますんでね。トイレとかも行ってきていただければなと思いますけどね。はい、じゃあよいしょ、BGM 流しておきましょうか。はい、出てきます。
残念、終わりです。残念でした、ね、マサちゃんいいタイミングであのしてきますね。彼がすべきなんかこのはい僕の時間だっていうの分かってるかのようにやってきますけどね。ずっとカーテンの裏で寝てたんですけどね。彼はこの家に来てたからずっとカーテンの裏にいるんで、ここが家みたいになってますけど。よし、あ、アマゾン暖房、あ、アマゾン、あ、そっか、これ、あのちょっとね、落書き癖みたいなのが私にはあって、そのちょっと思いついたらやっぱりなんか書いちゃうんですよね。僕の場合はそういうのがあって、で、今回このアマゾンの暖房がこうなりましたけど、あのこれはいつものことですんで、はい、まあ実家に行ったりするとタンスとかも落書きだらけですし、うん、まあまあ私にとっては別に珍しいことではないんですけどね。さあ、いよいよ皆さん本当にこの僕の夏休みの最終がやってまいります。最終というかもう本当にクライマックスですね。今まで数日間やってまいりました僕の夏休み、
31日で終了ということですけれども、私がプレイできる29日30日というこの2日間を一気にプレイしていきたいと思います。と言いますことは、本当にもうこのゲームもエンディングまでやっちゃうということですので、ここからはノンストップでいきましょう。アーカイブの方も皆さん見ていらっしゃいますんでね、どんな物語の終わりを迎えるのか、そしてどんな思い出に仕上がるのか、それが決まる大事な2日目なん2日なんではないでしょうか。とても楽しいですね。目標は、目標っていうのはないけど、できればやっぱり俳句ちょっとちゃちゃと仲良くなりたいかなと思いますね。で、まあ、ちょっとやり残したことはやっぱり なくしたいよね、最後ぐらいはね。だからいろんな人にちょっと話しかけたいなっていうふうには思いますけどね。腕細いのいいな。はい、わかりました。31日ですね、うん、31日、はいはい、伝えておきます、うん、そりゃもうビッグニュースですから。今度はどうしたの？どうしたの？あら残念、また一足違いで切れちゃった。お父さん31日に来るって。うん、ずいぶんギリギリだけど新学期に間に合ってよかったね。よかったね。うん、じゃあいただきます。いただきます、はい、いただきます。31日に帰るんか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあまだまだ、うん、まだ寂しいなって気持ちはないけどね。いや、前に言おうとしたのはこれが懐かしいなと思ってね。うちのおかんもこれをなんか100均かなんかでね、これ買ってきてここにようこんなんしとったんですよ。これこれ自体が懐かしいもんな。こんなタンスはなかったけどね。でこのカゴな、興味ね、あの女の子がピクニックに行くとき、こういうなんかよくわからない、あの使い勝手であんまり良くなさそうなやつをおしゃれとして持ちますけれども、こういうカゴをこうやって置いて果物を入れとくとかっていうのもね、なんか昔ながらですしね。黒電話はやっぱなかったんですよ、私の家には。ただタウンページはあったね。うん、それ懐かしいよね。みんながここ懐かしいなーって思うところね。棚のことタンスっていうの、で棚で言えばいいんですか。はい、棚です。じゃあすいません。ダメです。すいません。申し訳ない、本当に。ワンピース調べてほしい。ワンピース調べてほしい。え？最新刊ってこと？え、どういうこと？ワンピースを調べ、え、何？何言ってんの？ワンピースを。ん？ワンピースってこと？服ってこと？あ、ワンピースってあれか？ちょっと待てよ。唯一ワンピースっていうのが考えられるんだったらここちゃうか？なんかさっきからちょくちょくワンピース調べてほしいって言うねんけど、ワンピースって これかこれのことか。じゃもういじってたから、メディアエンコーダー CC のアップデートは利用するかせんか、こっちに選ばせる。よし、これか。みどりちゃんの赤いワンピースが、うん、だからそれだけやろ。えじゃなくてこれ、これを調べるタイミングがあるってこと。じゃあなんか、あーなんか怪しいな。でもな、これ怪しいな。多分これなんかあんねやろな。俺なんかのタイミングでこれを調べることによってトゥリーンとか出てくるんちゃう、王冠。ほー、みどりちゃん今学校か、切れる。みどりちゃん今学校やと思うね。だから、いや学校じゃないんかな、学校行ってる時にやれとかそういうことかな。みどりちゃんがいい日の時だから、みどりちゃんが外に出ずっぱってますねってはっきり分かる時っていうんかな、そういう時にやるんじゃないかな。昼とか夜とか、夜じゃないな、夕方とか。まあ切れるからって言っても切るかどうかはまたな、別の話だけど。おばちゃんは小さい、うん、そうそう、おばちゃんは小さい頃からな、おばちゃんやねん。もう晩ご飯クイズして。僕君、うん、今日の晩ご飯は何でしょう。今日の晩ご飯は僕君が来た日の料理と同じです。あ、難しいね。ごめん、何のヒントにもあってない。とんかつセット、カニ玉、カレーライス。俺が来た日、カレーライスかな。カレーライスっぽい気はするけど難しいね。いやなんか俺、じゃ俺が初めて解いた問題はカレーライスやったよ。でも来た日かって言われたらそれはちょっとごめんなさい、わからないんです。ってことはとんかつセット、食べたいやつ選ぶ。食べたいやつやったらごめん、カニ玉。これは
っぱカレーライスはまああんまカレーライス食べないんですよ。とんかつセットっていうのは今日サンドイッチ食べたんで1個あったんで、カツサンドが。だからやっぱカニ玉になるかな。でもみんなが言うにはカニ玉じゃないっつう話が多いんで。じゃあ八宝菜じゃないの、そのお前が食べたやつを言い出したらもうキリがないから、ここいっぱいいっぱい行くから。もう最初のパ、カレーかな。カレー以外のでも料理出たことない、確かに。いやでもわからん、カニ玉って言われてもわからんしな。カレーライスにしとこうかな。カレーライスかとんかつ、まあ一旦カレーライスにしようか。当たるか外れるかわかんないけど、うん、楽しみにして待っててね。初めて珍しいね。初めて珍しいじゃん、初めてなんかそういう難しいやつ来たね。一回引っ掛けられたけどね。牛肉もあります。あ、冷やし中華も食いたいな。よし、じゃみんながでも今何食べたいって出てくる答えって適当に言うてるやろ。あ、今八宝菜食べたいね、みんな冷やし中華食べたい。 俺はもう死活問題がマジで生命に関わってくるから。俺が今食べたいのは何かっていうのはマジで何も食べてない。だから食べてないっていうか食べてるけど、食べたいものは食べてない。でもガシッといきたいね。肉とかなんかカルビ弁当とか、もうそれがっちりいきたい。とカルビ弁当とスタミナラーメンみたいな、それぐらいのセットでもいいよ。もう体重とかもその時は全く気にしなくないんで、食べれるだけ食べたい。吐いてでも食べたいもん、ほんまに。体重どうやろな。いや減ってると思うけどな俺。だってこんなに節制しててスポーツで運動してて減ってなかったらもう減らへんもん。いや、じゃあもうここにして、ここに来て諦めるのはまだ早いかもしれないけど、もう減らない。僕は減らない人種な。チーズダッカルビもあったと思うで、コストコに。なんか流行りに合わせてチーズダッカル、俺あんまよく分からない、チーズにまとわしたカルビやろ。チーズにまとわしたカルビを食うやつですよねあれね。買わなかったですけどね。なんかそれならあのでっかいサーモンとか買いたいなみたいな感じでしたけどね。あ、キムチ鍋食いたいな。いいね、キムチ鍋食いたいわ。やっぱ夏はね、暑いもんを食いたいんですよ。冬はあったかいもんを食いたいからね。それは全然意味が違うからね。冬は温まるだけでしょ、夏は逆に暑いもんを食いたいね。肉だけなら太らない。あー、なるほど、ご飯を食うから太ると。焼き肉じゃ太らないかもしれないってことね。それはいい情報得たぞ。これはある意味だから俺としてはあれやからね、ちょっとしたその交通許可証みたいなものをもらったもん。俺が焼肉という関所の交通許可証を今コメントでいただいたようなものやからね。それはありがたいな。なんか脂質は太る。お腹空いてた。何やねん脂質って。一生懸命ミルクを飲む。計算して生きるかお前。俺銀行の預金残高も計算せえへんのに俺脂質なんか計算するか。え、これでも俺なほんまに皮肉よな。なんで年いって俺がこんなに動けなくなってから、動けないっていうかまあ動けるんでしょうけど、スワローズも見やんでいいよね。なんで皮肉やの、なんで俺は年いってから動かなきゃならないね。わからん、動かんでもいい時はな、基礎代謝が多くて動かんでもいい時はいっぱいあったのに。俺納得がいかへんマジで。ゼウスの、じゃあイエスかの納得がいかへん。なんでそんな人を作ったのか逆にしてほしい。もうおじいちゃんおばあちゃんになったら太らなあかん理由でもあんのかな。なんかあれ、どんぐりだ、どんぐりだ。あれ俺そういうのでちょっと俺一日だけそういうのにしようかな。でなんかバーチャル YouTuber とかで ここら辺にさ、なんかペアってだから適当に絵描くやんか、なんかパーって書いて全く動かへんけど、それでなんかあれこんばんはとか言って、どう新規さん来るかな、ちょっと狙えるんちゃう。ここから降りたら俺は近道できるか。どんぐりととかもうええねやけど、なめてる。ちょっとな標準語でそうだよねって、誰かを演じろって言われたら俺も標準語できるからね。言うても、あ、いいねって、あー本当にお腹減っちゃったって言ったら、みんなもう食べていいよ、焼肉食べに行こうよとか言ってくるかもしれん。ほな、あ、そうだね、僕もじゃあ焼肉明日食べに行ってみようかな。いや、おー俺食べ焼肉食べ放題よ、
もうそうなったらもうガンガン食うからマジで、ほんまに食べに行っていいよ、何食べてもいいよ、脂質気にしなくていいぜって言ってくれるで、みんな、特に女子が。よし、これは俺もう死にかけたらそれするぞ、楽しみやな。ここのボロ、もう俺どうしても飯食いたいとき、ちょっともう自分をマジへし折るから、もう自分なんてへし折ってせっすか俺ほんまに。ちょマジあんな飢餓に苦しんだことないやろ、だって今まで生きてきて飢餓に苦しむことある？ないやろ、寝るたんび腹減ってねえぞ、もうし、どんな気持ちか、はぁ腹減ったって、熱いね体が、脂肪が燃えていってるんやろうけど熱いね、夏も熱いし体も熱いし。ちゃちゃ遊びに来たよ。何を持ってこ忘れた。ちゃちゃは私が地面に置いたどんぐりをすぐにどこかへしまい込む。よいしょいそう、ささみ食べたらってお前マジささみ食べたらってうわあ、何それ、びっくりしたじゃないか、びっくりした、弾き飛ばせ、弾き、あ、いいの、元気だった、うん、どうした、何しに来たんちゃちゃどうしたん、ちゃちゃ入れに来たんか、うわ、ちゃちゃがちゃちゃ入れに来た、書くんちゃう、兄貴に、ちゃちゃがちゃちゃ入れに来た、ちゃちゃ入れに来た2回書くね、短いから、おい、いい加減にしろよ、お前仕事しろ。さてと、うん、今日はどんな用事だべさ。なんか教えてくれんのか、お前。じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。なんかの偶然で100取るしかないもんな。このおじちゃんがでも喜びそうなやつ言うたら俺おしっこやもうね、ぶっちゃけ。いやほんまにほんまに、その俺の趣向とかじゃなくて、おじちゃんおしっこやったら、おしっこしたよで、なんか最後にこううまいこと、天の川やな、おしっこしたよ天の川やな、じゃあこっち記号じゃないやつがいいな。のんき語太陽にしかないよ、太陽におしっこしたよ天の川しかない、これしかないんちゃうかな。いや絶対このおじいちゃんおしっこやって、もうごめん絞られたわ、太陽にしかないわ、太陽におしっこしたよ天の川しかない、うん、太陽に、まあ見ててみ、おしっこしたよ天の川、これはちょっとイマイチだな、採点は、うん、次回また精進して頑張るようにな。わからんじゃん、もうお前が、わからん、なんかその、なんていうかな、その全て逆、これトラック乗るわ、逆行くもんな、なんか、いやこのおっちゃんおじ好きなんやね、なんかおっちゃんっておしっことかなんかそういうの好きやねって書いて笑ってて、ほんまはもうめっちゃ笑ってって書いて、めっちゃ笑ってでも35点だなって書いて、僕みたいな、ほんまはそんなんやねん、また何かよく内心はな、もうトラックに乗せろったから、小学校の前、 お寺の近所で言うわ。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒、ほんまはそれくらい言われてんけど、ぐっとこらえとんねんこいつも、なんかそういうしょうもないプライドも持っとんの、そういうとこがよくないよね大人って。ありがとう、ひろ、どこやねんお前、寺の前に下ろせよどこに下ろしてんねんお前、おいマジいい加減にしてくれよな、全然寺ちゃうやんけお前、なんやねんこれ、こっちなんか？車では行けへんのか？お、車では行けへんってことか？これ。これ寺か？そもそもこれ。あ、ここや。何かいるかな？うん。どんぐり。あ、ちゃうか。やったね。やった。よし。じゃあ、あ、そやな。でもみんな分からへんやろな。接客業をしてる人は分かると思うの、クレーマーっていう人ってほんまにいんねんで、多分おなじみっていう人もいるやろな、砂糖水を使おう、そういう人ってな、パターンが2つあって、まあ私の個人的な見解ですよ、パターンがあって、で待ってね、で一つ一方向は金銭的に求めてくるクレーマーと、例えば、いやそんなんで誠意が見られないとか言って、
と、もう一方はなんか、いや、お金じゃないねんっていうタイプがいる。もうその後者が一番厄介やわ、俺からしたら一番厄介よね。なんかその、いやさ、そういうなんじゃないねんみたいな、今後どうしていくつもりなんとか言う人よ。もう俺そういうのが一番厄介やねん。どうしてほしいんか分からんけど、そのそうですねって、いやまあこっちが確かにそうですね、日がありますって、教育をもうちょっと指導を徹底して、いやそうじゃなくてねって、もうそれが一番、もう1時間半とかもとか、もうそういうのが一番厄介やと思うね私は。これチラーンってならへん、これめっちゃしょうない、めっちゃしょうやん、そいつ言うんでるわ。こっちは、あ、こっちないか、よし、パツコメですけど、わかります言いたくて仕方なかったよいや、初コメやけど、初めてコメントするけど、あまりに多分それが身近にあったことなんでしょうね、あなたからするとね。ん、また何か厄介？あなたの共感を得られて僕は幸せですよ、うん、小学校の前でお願いします。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。うん、あ、そうか、トラックか。まあ、初コメね。コメントするタイミングって、でもみんなコメントする人しない人いるでしょ。ありがとう、ひろみちゃん。なんもさ、なんかの表紙にコメントしだして、コメントをずっと続けるってことになるよね。ぶっちゃけだってなくてもさ、そもそもその配信って終わらないじゃないですか。こっちこっち行くか。やっぱり一回なんか呼んでもらえたりしたらそういうのはあんのかな。俺あんま見えひんから、わからへんのよな。あれ？あ、ナイスどんぐりだ。よし、じゃあもう一回戻って、チャチャのとこ行こう。多分チャチャとの親交を深めることで、ハイコおじさんが動き出すと思うから。今日もう29よ。ワイワイちょくちょく呼んでくれる？あの、ワイワイちょくちょく呼んでくれるっていうか、いろいろ考えた、俺も考えてたんやけど、俺って本気でゲームしてる？してへんやん、絶対。じゃあ何を俺はしてんやろと思ったら、多分俺本気で喋ってんねやと思うね。いや、だから俺の場合は、あ、おじいちゃん何してる？ゲーム実況者じゃないねん。だからコメントも読むんやと思う。じいちゃんの畑もの全部誰かに取ってかれちまった。せよ。そう、昔からせよね、俺。自信持って喋ってるけどな、でも。だから俺あんま喋らへん時ないやろ。あえて無音を作る時はあっても、あんま喋らへん時ない。ただ意識してるんですよ、一応。これ今、高評価増えるタイミングがみんなご覧？高評価と低評価の数字ご覧？あの、それ意識してるんですよ、僕は。ゆずの時に僕それしたんですよ。栄光の架け橋、さよならバスを歌う時にね、じゃじゃさよならばのそのさよの入る前に無音ってやるじゃないですか。そういう風にあえて作り出す音がないという状況、それを無音って言うんです。音がないことを言うのではない、ないという音を作る、それが無音とするならば、私はそれを音を作り出すことはあっても故意的に作り出すんです。もういいです。はい、わかりました、ありがとうございました。ちょっと出てきてください。ちゃちゃ、遊びに来たよ。高評価するねって、はいはい、このコメントが読まれなかったら俺の勝ち。はい、お前の負け。ちゃちゃは低評価が増えたよ。私が地面に置いたどんぐりをすぐにどこかへしまい込んだ。低評価も増えた増やしてるのもやからな、俺が故意的に低評価増やしてるのもやからな。いいやん、ちゃちゃ。うわー、ちょっとできた、すごい。何それ、 PUBG みたいね。車絶対取れるわな、てちゃん。うん、よし、一日一年しに行くか。この車いいな、マーク2みたいな車じゃない、昔の赤のマーク2ちゃうな、これ。あれ、カロ、いや、カローラじゃない、なんやったけど、忘れた。おかん乗ってた、こんな車、懐かしい。そう、どっちも増えたらいいね、別にどっちでもええね、俺はもう何でもかまへん、別に。で、1日1年するから。いや、でもほんま僕の夏休みっていうか生放送って楽しいよね。なんでこんな楽しい、俺毎回言ってる気がする。何なんだろう、生放送のこの楽しみ方って。やれ、もうみんなほんまやった方がいいと思う。今何人見てるのか知らんけど、何やってごらん、今一緒に、せーので。これミラー許可するとか俺はできひんの？俺の放送ミラーするとかできひんの？俺のやつ見てもあーだこうだ言う放送とかしてくれへんかな。もう全然してくれ、もうみんなにしてほしい生放送。こっちか、こっちや、こっちから行けばいいな。なんでこんなに喋れるの？
友達がいいひんからやな、多分友達がいいひんからこういうとこでしか多分喋ることないんやろな、うん、なんか切ないな、ちょっとボントークやな今若干。ん？気持ちもちょっと秋になってくるけどね。トミーガンじゃないな俺の場合は。トミーガンかな、うん、できればやっぱトミーガンよりも UMP にしていきたいよね。でもね UMP ぐらいの精度欲しいよね、アタッチメントつけたね。おばちゃんのこれ あったじゃないですか今日の晩ご飯クイズ。ちょこれ今日当てに行っていい？勝つちゃう、これ勝つちゃう、真ん中見て肉やろ、え勝つちゃう、ちょもう一回見る、いやカレーかカツ丼かカニ玉なんですよ。ちょ見て、いや勝つちゃう、左のやつこれ何、昆布締めにしたゴーヤ、え昆布締めにしたゴーヤって何やろ。いやカレーも肉使うがせやな、でもいやあんなに肉使うか、ゴロゴロ野菜とのやつ限定、俺勝つやと思うんだけど、あでもちょっと今取り出してるってこともあるな。ちょで今のを見た後に、僕くん今日の晩御飯は何でしょう、うん、ヒント、僕くんが来た日の料理と同じです。鍋置いたかな、あの鍋はなんかおのこしやねん。あーそういうこと、一日寝かしたってこと、じゃあでもこれカレーじゃないってことじゃあ。鍋が置いている、そして今何かを炒めている、ここに鍋が皿にある、鍋を2つ使うものやからカレーライスではない。かといってとんかつをじゃあ茹でますか、茹でませんか。でもとんかつをここで乗せてご飯の上に乗せるはあり得るで、ペン丼みたいにここでカツを切って、いやでもこれカレーっぽいな、カレーかな、カレーで押すで、じゃあカレーで押し切るで、カレーな、当たるか外れるか分かんないけど、楽しみにして待っててね。3万かけるわ、これ3万かけるじゃん、おばちゃんな。よし、経営を圧迫してやるぞお前の。絶対に負けへんか俺は、負けるかけことはせえへんか俺は。もう6時やな、あ、ここの時点で、あ、無理や。ガキンチョたち、ご飯できたよ。カレーかな、ちょっと待って、鼻くそがヒラヒラする。あ、カレーや。じゃあ、いただきます、いただきます、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。なになになに、なんか落としたよ。ふっ、キタキツネはまるでそのハプニングを楽しんでいるかのようにじっと僕のことを見ていた。こんにちは。何やねん。四代目ちゃう、多分四代目の技持ってんじゃんこいつ。ほら先行のやつやわ。じゃもう追いかけろ、追いかけよ。あれ、おいかめしよ、ちょお前なんか知らんか、いかめし知らんわ。いやあれ瞬身の術っていうね、ああいうのパーンってなんかよくわからないフォークみたいなピャン掘って、あれ見ませんでした、キツネここに。いや違うやん、僕くん今回は随分長く、あ同じこと言うわ、あれかめしが食べたん、もらわれへんってお前しつこいな。しつこいなってあかんか、ちょっと待って、アーカイブ組にごめんなさい、訂正します。なんか言ってごめんね。大網のおばあちゃん急に言ってしまったけど、うん、息子さんとしてはこれで一安心だろうな。うん、まあ、そうはいいけどさ、当の本人はあれでよかったんだべか、え、どういうこと。やめやめ、この話やめよう。なんでかあずましくに、あずましくっていうの。いや、おばあちゃんにとってはよかったやろ。え、なんで息子さんのとこに住ん、何があかんのじゃあ。俺それ列挙してほしい、あのおじいちゃんに。そういうとこしっかり徹底討論しようぜ、朝まで。で納得してもらいたいね、なんかこっちが腑に落ちんよね。
そう、なんか俺が言ってることがおかしいみたいなこと言われると、あ、ワンピース、いや多分ね、今ワンピースおるからあかんちゃうかな。明日の昼ぐらいにもうすることないから戻って一回来てみようか。恋人がいた、あー、そういうことか。そうやわ、おじいちゃん恋してたんや。鶏小屋、あ、いいよ、鶏見て、オッケー。おじいちゃん恋してたんやね。ほんでおばあちゃんももしかして恋して、うわ、完璧にドロドロの浮気や。ほな、そういうことやんな。マジドロドロやん、カレーやん、もう何日何年も寝かしたカレーやん。うわすーげー、ワインちゃう、もうワインまで行くんちゃう。何、鶏を見るってこれ。鶏さん今日もご苦労さん、おやすみなさい。なんか明日か、明日の朝か、明日の朝っぽいなこれ。じゃあ鶏を使おう。食われてるとかってこと？俺が出してたら鶏食われてたんかな？の可能性もあるな。いや、なんかあってんで。言うってことはなんかあってん、これ。絶対、知ってる。初見じゃない組やで。初見じゃない組の情報やねん、これ。まあ、なんかあるんでしょうね。鶏出してるか、もしくは明日の朝に、おそらくその、狐の影響が出てるんじゃないかな。でも、ガタガタガタって言ったから、多分なんかガタガタって言った理由はあるはずなんよな。そこがちょっと俺も未だ分かってないね。いいやん、60のドロドロ出す、なんかね、サスペンスじゃないけど、まあ、昼ドラ。ボタンとバラとかじゃないかもしれない。聞くと聞くとレンゲさんみたいな。なんかそのボタンとバラじゃない。絶対にボタンとバラ。道も転校しちゃったし、ヒガンバナ。聞くとヒガンバナ。僕もいなくなるけど。いいわ。何事にも例外はあるんだわ。え、それってどういう意味？ん？ラジオ文学の館。別に深い意味なんてないべさ。ギラギラ大地を温めていたお天道様が。もう一回話聞かしてよ。まさか僕、やっぱりこの家にもらわれてきたのかな。そうだとすると、やっぱり私と一緒に牧場やんのかな。なんだ、どう思うの、僕君はそれを。え、よしと するの俺、あの、でも小学校の頃って正直異性への目覚めってまだなくない？あった？なかったけどな、私は。これちょっとちょくちょく今日見てみよう。ね、今日見てみて、これ虫取ってないな。虫、いっぱいやった、取ったやな、オッケー。いや多分ね、俺は芽生えてないな。俺中学校やったと思う。中学校1年生ぐらいの時だったと思う。初めてその喋りにくくなった異性と。それはあったけど。ああ、そうなんや。小5、6ぐらいか。早いな、都会やからか。リスのちゃちゃと仲良くなった。あっちはリスでこっちは人間だけど心のどこかが通じてる。まあいいこと言うね。まだ目覚めてませんって言うな。そうやな、俺も目覚めてたよな。俺は中学校の頃目覚めたからね。あ、早っ、マジで8月に雪降んの。北海道すげえな。なんでそんなとこにあんの？いや、北海道すごいわ。初雪が8月な？怖い？え、クマが死んだってこと？あ、死亡フラグなあれ。クマが死んだっていう。嘘やろ。え、なに、明日じゃあ俺飯になんか桜鍋ちゃうわ。せ、イノシシや熊鍋とか食うの。え、嫌やねんけど、なんかそんな29日目俺夢か。あ、夢か。いや、狐関係あるかもしれへんよ。なんか狐の知らせとかないけ。ないわ、ごめん、作った。うん、まあ桜馬か。せや、ボタンや、ボタンボタンやった。違う、あんまもう、そう、あ、もう、もう
細かく考えるな。無で見てくれ。俺の生放送もう無で見てくれ。マジでなし。もう今までの知識とかなし。それで見て、うん、ラフ。そうラフ。あ、嫁入り狐の、あ、ノリ。雪が見たいって言ってたけど、うん、もういいや。え、なんで？今年の夏が楽しかったから。そりゃ良かったね。うん、良かったな。僕じゃあいただきます。いただきます。このノリすごくない？これ俺こんなもん見ーもん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今月は僕くんが頑張って働いてくれたおかげで、はい、ものすごくたくさんの牛乳を出荷することができたよ。僕くん、ありがとう。なんもさ、搾取しかしないですけど、僕牛乳を出荷されたんですかね。え、すなわちイカ飯が出荷されたってことじゃないですよね。どういうことなんでしょうか。ちょっと鶏見てみるか。何した俺。牛乳俺は根こそぎ奪ったような気がするんですけど。あの、ほんで今日の任務はあの緑ちゃんのワンピースを切るっていうことが本日のもう最大の任務でありミッションなんで。てかもうこれ、この目標僕は絶対成し遂げます。なんとしても砂糖水を使おう。僕の土ルートちゃう、もしかして。え、誰か死んでんの？え、クマ死なへん分岐あったん？今キツネ殺すとかが追いかけ倒して。ん、でもこれなんもないな。いや、なんかあったんじゃないかな。俺が何かをしなかったらなんかあったとか、キツネにそういうのあったかもしれんな。ニワトリは今平気やな。ニワトリは生存ルートやな。いや俺な、もうだいぶ1年ぐらい前からもう助走して助走してって、おばちゃんは小さい頃から言われんねんけど、これ聞いたから飛ばすよ。今日の晩ご飯クイズちょっとしようか。さっき僕くん、今日の晩ご飯は何でしょう。ヒント、うん、北海道の定番料理の一つかな。難しいね。いや、これはでもほんまにわからんよ。いや、パッと見は確かにジンギスカンやけど、醤油バターご飯っていうのが あるならばありうるやんか。エスカロップが、ほんで俺わからへんねん。懐かしいってな。エスカロップって何？ちょっとググってみるか。ちょ、ググるぞ、エスカロップ。エスカロップ、エスカロップとは何これ。めっちゃうまそう。これエスカロップらしい。これは何、カツ丼ってこと？いや、カツ丼じゃないな。なんかだから丼を皿にしてちょっとカレーっぽくしたやつかな。ここのソースがあれなんじゃない、なんかそのデミグラスソースとかなんじゃない。だからハンバーグのソースとカツと合わせたご飯みたいなやつなんじゃないかな。めっちゃうまそうやなこれ、エスカロップ。俺めっちゃ食うもん出てきたぞ、北海道行ったら。ピロシキとエスカロップやろ俺。でもエスカロップはこれみんな、それは北海道の方が知ってるんですか、エスカロップを。それがもし北海道限定ならばエスカロップはありうる。で、ジンギスカンがでも定番やから一旦今はジンギスカンにする。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど、楽しみにして待っててね。あ、ピロシキはロシアな。あ、そうなんや。あ、近いからか。いや、とにかく一回冷蔵庫見てエスカロップにするか、このまま押し通すかで。これをイカ飯にあげればいいんだ。日課かそれお前。日課？北海道は竹和パンでしょ。何竹和パンって俺知らんねんけど。奈良は奈良漬け、柿の葉寿司。あ、柿の葉寿司食ったことないし、旅行の中に柿の葉寿司という名称は聞いたことあるけどみたいな。柿の葉寿司はね、奈良に来たら食べ。あ、ちくわパンってこと。あ、竹の和って書いてちくわの和だったもん。はい、ちくわちくわちくわです。竹の和って書いてちくわって読むんですね。わかりました。そうですね、ごめんなさい。いや、僕はでも皆さんも何の資格も持ってなくて漢字が読めるかもしれませんが、僕は漢字の2級の検定を持ってますね。漢字の2級の検定を持ってて僕は漢字が読めないんですね。
社会に出れば私の方が若干得をします。皆さんはこそって取ってください。常用漢字に木をね、はい、奈良だと竹輪で、奈良だと竹輪で正解の、あ、そうなん、そうなんや。まあ竹輪でもじゃあまああながち間違いではないってことね、はいはい、いやでも俺その柿の葉寿司はあの食べた方がいいと思う。めっちゃちっちゃいけどね、女の人が向いてるかも。男の人はお腹いっぱいにはならないから、あのサバ寿司みたいな感じですけど、一個一個くるんとしてるんで、ちょっとほんでね、なんかね、歯の味があるのも、まあ美味しいですよ。まあ、だから奈良止まらないんで、新幹線は東北で関東の方からまあ九州ないし中国地方に行かれる方は京都あたりの駅で一回購入されてみてはいかがかと。よし、いっぱいな。まあ、まあうまい、うまいと言えばうまいよ。いや俺でも若干英語うまい時ない、たまにサンリーパラボーとかうまない。あ、ある人によるとサンリーペラボーって言ってはってんや。絶対違うから、スタンリーパラボーやから、もうそこは全然違うから、これからの実況者の人にちょっとより言うとくわ、名前は。で、だからそう言われて、俺 Google って検索したら、これ聞いてみようか。じゃあ、お腹空いてた？イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。はい、じゃあ、そういうゲームがあるんですけどね、和訳いくよ。明瞭な、違う、そっちじゃない、こっち。 palpable、 ん？それパルパブルですね。それパルパブルです。こうかな、こうやわ。はい、いくよ。これ parable、 ほら、どう？ペラブルちゃうやろ。ペラブルじゃないやろ、 parable、パラボーやろ。だから、The Stanley Parable やね。俺はそういう風に実況してるから。俺のポリシー、それ。これは、私はちゃんと翻訳をかけて、いつも聞きますから。だから、みんな、アンダーテイルとか言ってるけど、違うかもしれんかな。アンダーテイかもしれんで。アンダーテイ。もう今後、金輪際変えて。アンダーテイルなんて絶対言わない。アンダーテイって言うて。いや、そういうとこが、これからのグローバルの社会で重要や、マジで重要になってくるから。今何するか忘れてやん、もうどんぐりやってたから、どんぐり探さなあかんねんって。じゃあ俺気回るわ。そうよ、言われてみればそうよ。でもここはないか、ピッツァ、何かいるかな、ピッツァ。それでいいと思うよ。で、英語喋れるようになったらみんなが、やったね、ほなもっと来場者数も増えるよ、みんなの。俺のは増えへんけど、アルデンテ。いや、アルデンテは知らん。ごめん、アルデンテはいい、アルデンテで。アルデンテはいい。あ、ナイスドングリ。ドングリだ。いいやん。よーし。ドングリも持っていこう。ちゃちゃと、あと、この帰り道で、俺、わざわざ、家に行きます。家に行って、みどりちゃんのワンピース着れるかどうか試します。どのタイミングでみどりちゃんのワンピースをこっちが盗むことができるか。チャレンジなんで。英語の発音いい人いるよね。外国の人みたいな感じやな。だからちょっと英語の発音が英語の時だけ良くなるという。どんぐりって英語でなんて言うんやろ。もうほんまやな。これちょっと見ていい、先。そういえば今日はみどりちゃんがいない日だった。え、ほんまに来んの。じゃあ、はい、なかなか似合うじゃん。何、俺これでどうすんの。うせやん。やっぱこれ今度マジプラダのバッグしか合わへんちゃう、これ合わすとしたら。うせやん。え、これ墓参り行った時のやつやろ、みどりちゃんが。まあまあいいわ、じゃあまあこれで行くわ。ほな、めっちゃ怒られるじゃん。切れへんの？あ、
こだけなんだ。あこだけやねんって、外は無理なんや。そこには若干の配慮がある。はいはいはい。でもこっちから行こうか。いや学校行こうと思ったんですけど、ほんまはそれやったら墓とかね。まあでも女装、うん、女装っていうのはないけどな。あでもね、いろんなあのツイッターとかメールでお問い合わせというか相談をいただいてるんですけど、同性愛の人もいたよ。同性愛とまでは言わへんけど、その兆しがあるみたいな人、なんか男性よりも女性が好きですみたいな、女性が好きですみたいな、どうしたらいいですかみたいな、わからないですそれは。僕にそれはなかなかなんと言えばいいか、僕には難しいですそれは。しかしながらまあ別にそれは昨今はもう話題ではないんですんでね、好きならば好きと言えばいいですし、隠す必要はないのではないでしょうかと思います。まず一回ちょっとリスのとこ行くぞ。でも悪くないやろ別に。でもで、そこで聞かれたのは、ちゃちゃ遊びに来たよ。あのワイワイさんがもし男性の友達で男性が好きな人やったらどうしますかみたいな。チャチャは私が地面に置いたどんぐりをすぐにどこかへしまい込んだ、うん、しまい込んだ。え食べないと。チャチャ何のために持ってきたんだよ。元気だった。何したいんだよお前は。元気いるやろ。いやもう俺別にそれもごめん、責めはせん。別にそれでうわこいつキモいわって言って別に切るのもう俺は別に責めはせんよ。おるやろ別にそういう人が。そういう人で俺の場合でもどうやろ。そういえば明日で8月も終わるのに、僕はなんでまだこったらとこにいんのさ。僕妹が生まれたから帰る予定の日にお父さんが迎えに来てくれなかったんだ。え僕こっちにもらわれてきたんかい。え何それ。よしじゃあ今日も頑張って作ってみるべ。ああもうやる気ないわこいつも。全うしょらん。イワシグモ。イワシグモ。布団。イワシグモ。違うな。イワシグモは無理やな。クモのようだよやろ。いや俺もそれ面白いなと思ってんけど、クモやからな。セミシグレ出てきた出てきた。死んだセミ。これどう。セミシグレセミのイン出てきた出てきた。セミのインで死んだセミ。どうこれいいんじゃん。これはちょっとイマイチだな。お前が採点はお前という人物がわからん。次回また精進して頑張るようにな。なんでやねん。お前の好みやんけもう。そうやろでも。あ、俺の中では100点です。あ、もうありがとうございます本当に。僕もそう思います。だからあなたの中で100点であって彼の中で30点っていうのは、だから僕は間を取ってもいいんじゃないか。僕としてはそう思います。まだいたの。まだいたのってお前失礼なやつだこいつ。お前もう夏休み終わってるだろ。まだだよ。なんてやつやねんお前は。早く帰れってことか。よし僕じゃあもう潰そう。そここれ切れないかなとか言って、これなんなほんの、これは何やったん結局。ねえねえ、いや違う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 、いいって見ちゃない、うん、怖いから、うん、かわいいかわいい。これはなんなんこの外にその煙突つける前みたいなやつあるけど、ここ繋がってんのこれ。繋がってんのかなっていうことなのかな。ちょっとまた俺ちょっと一回こっち戻るわ。あ、見ちゃうせやな、もう帰ったな。せやわ。じゃああとどんぐりもう一回探していこうか。みっちゃんの服も、みっちゃんちゃん、みどりちゃんの服も切れたしね。こっから潜って繋がってないのか。
当に僕の夏休みっていうのはすごいですよね、世界観がね。やっぱ昔ながらの田舎となるとやっぱ昭和になるのかな、舞台は。でもいよいよ今年やっけ、え、来年、来年の4月やっけ、平成が変わるんですよね。だいぶ前から言われてましたけど、あれは一存でお決めなさるんですか、それともアンケートとかはさすがに取らないと思うんだけど、そのなんか集めますってことはないと思うんだけど、どっかでやっぱ閣僚会議みたいな、そういう偉いさんの会議みたいなものはさすがにあるでしょうね。じゃないとねえ、ちょっとあれでしょうけどね。だからそう、平成最後の夏なんですよ今年が。皆さんもう平成生まれというので胸張れないんですよ皆さん。平成ジャンプはおじいちゃんになるんですね、おじいちゃんジャンプです。だからそういうことになっていくんですよ。今だからいいですけど、変えるべきです。もうもしかしたらなんか着地、新しいやつが太陽やとしたら太陽着地とかに変えるべきですね、名前としては。黙ってください。はい、わかりました、すいませんでした。いや平成、いや俺は昭和生まれなんで、もうだから言うと1言語を超えてるんですよね。え、ここ何、これ何、ここ関係ないかおじいジャンプっていや、おじいちゃんじゃないでしょうけど、おじさんになっていくんですよ。ほんま最近でも若い子多いからな、若い子のそのグループ多いもんね。さらっとサバを読むのやめない、サバ、何サバって、これはこっちは、ここ見た、この深いとこ見たっけ、これは捕まえられへんのかな、あ、捕まえられへんのか、いやこれ捕まえられるはずやけどな。お、虫のやつはあれ関係してくんのかな、石投げに。あ、そうか、明治生まれの人もいるのか。私はギリギリ昭和なんでね、昭和の63年なんでね、64年に確か昭和が終わったんですよ。だからギリギリですね、本当にギリギリ昭和。なんかあの10円で言うと64年が一番価値あるらしいですけどね。あ、一番っていうかその63よりは64の方が価値あるらしいけどね。俺どこで上がる、これこっち行ってもう虫相撲のとこ行って、でどんぐりまた見つけて帰っていく、どんぐり探しになる。もうえ、今日何日、29?30?7 日間だけ64年だっけ。あ、そうなんやっけ。うわ、もう30や、今日で終わりやで、みんな。うせやん、ちょ、ごめん、最後にさ、俺最後に1回だけちょっと虫相撲させてくれへん。ねえ王様って、いやもう、うん、いいわそれ。これちょっと1回ごめん、これちょっとここでものすごくこうこういう風にして無駄に時間使うけど、どんぐり探さんと、ここぐらい、ここぐらいでいいんちゃうかな。3時過ぎて学校終わるかなぐらいのタイミングで虫相撲どう。来た、は、虫相撲をやんのかい。よし、まあ矢にしてやるぜ。虫納めか。今日はみどりちゃんがいないから呼んでこなくちゃ。楽しみやな、引退試合やな。来たよ。今日一番輝くのは誰かやな、によって親分が変わります。では皆様に私の、メンツをご紹介しましょう。まあちょっと少なくなってしまいましたけれども、今回できるのが何がしたいかっていうと、もう完全にスジクワガタ、スジの親分と、そして殺人スライディングが見たいということです。この2つ、これだけ見たい。ただ納得いかない人も多いと思うんで、このなんかでっかいオサムをちょっとまあ出します先に。じゃあオサムの、もうオサムも見納めですね、来年の夏までは。まず俺が相手だぜ、うん、で中弱いで、じゃあ弱いで見ますか。おさまを育ててほしいっていう人見たんで、おさま百姓なんてほんとバカみたいなこと言ってる人もいるんで、これじゃあ行きましょう。はい、頑張れ。まあ、ここはもう紹介試合ですね。うわ、負けちまうよ。あ、いいですね、注射器が出た、おさまの注射器だ。あ、いいんじゃないですか。負けたよ。これもしかして最後のこの最終の日におさまがもしかするともしかするかもしれませんよ。一応勝ちにはいくよ、一応勝ちにはいくね。弱いからだから強いまでずっと王様が勝ち残るんであれば、王様百姓もまあ現実的ではないですけれども不可能ではない。負けないで、王様 VS 王様だ。
の。ほら負けないで。あー負けちゃったしや。いいだ、次は僕の番だ。ものすごい時期だ。よし、おげるくわがたかかってこいよ。よし、いけ。おさむ100人来るって。そうおさむバーサス。まあだから こっからやね。何におさむが弱いのかわからないけれども。おー、いいよいいよいいよ、おさむいいじゃない。おさむに名前つけたことないから。次は俺の番ね。だからもうおさむやから、もう名前ついてるから。頑張れ。あとヒーズ残り97勝、おさむリミットまであと97や。限界突破やから、もうあとはそっからは。だからなんていうの、そのデトロイドでいう覚醒モードみたいな。あー、負けたー。あー、いいねー。2列目行くんじゃないの、おさむ。次は私だよ。うん、よいしょよいしょよいしょ。よし待ってね。よいしょ、おさむ。そういい感じいい感じ。何それ、畳返し。お肉はまたぬらりくらい畳返し。体森光子、逆森光子だ。ギリギリ。ああ見せてくれるね、お肉は方エンターティナーだ。いいね、そういう戦い方もありですよ。王様は動かないからね。王様どっしりと構えてるからね。こいつもしょっぱな引いちゃったからね。しよしよしよし、ね、打撃で攻めてくるかもしれないね、こいつは。ああ日向は虫相撲をせんと。まずいっしょ。いやできひんねん。負けちゃったべさ。言葉も喋れるのに。よいしょよいしょってするの。じゃあ次は俺の番ね。ああカーシー久しぶりに見たね。これ受賞の名前つけるまでは弱いでしょうか。でもね、これあのダイレクトメールかなんかでいただきましたけどね、これもね、あれでしたよ、おさむを育ててましたという人もいました。辻井くわがたとおさむが私の一番強い虫でしたという方が。次は私だよ。なんでおさむは実は伸ばせば叩けば伸びる子なのかもしれない。実は叩かれない出る杭なのかもしれないです彼は。お悲鳴をくわがたに買っちゃおう。負けないで。これでもさ、僕の夏休み4になった時のこの私の負け、キングのもうなんていうの、インフラがやばいやんか。次は僕の番だべさ。あれみたいなってパスドラみたいになってるやんか、インフラが。よし行け。だからそうなってくるともう次出てくるのは小動物かもしれないね。どこかの店はあり得るね、大いにあり得る。もうだってなんていうの、まだ今までは可愛かったよ、カマキリとかね、虫だったもん。ザリガニでもまあまだちょっと行為するとは食べはれるかなぐらいやったもん。もうなんかトカゲ出てきたもん。もうああなんてもん無理。ああ、踏ん張れ、こらえんな。ああ強いね、おちゃんも。インフレな、インフレ。じゃあ次は俺の番ね。交通網じゃないからな。いけいけいけ。これも受賞じゃない、これも受賞またなしでしょ。お強いわ、この王様はなかなか強い。強いというか勝つということに慣れている。負けることを知らないというかな、そういうやつって強いからね。そう気持ちで持っていくとかあるからね。よし負けたよ。おい、技のレベルが上がったぜ、うん、新しい技を覚えたんだわ、うん、この虫も10勝だべさ。名前をつけてあげるっしょ。うん、任せろ。ジャンボ、灼熱、すごい。スイカ。次は私だよ。よいしょよいしょ。すごいスイカよ。待ってね。夏を見せてくれ。叩き割れ自分の未来を。よし。もうあとは強いよ。あとはもう強いでいこう。次は僕の番。じゃあオーサムリミットまで初初級さ。ここから強いに伸ばしてからね、おさむ。
じゃあこれでどうだ。あースパルタンだ。グレートミヤマン1当てるかな。スイカによし行け。無理だろうな。なかなか粘っこいからね、うちの子のすごいスイカは。あのスイカ一玉食べるのも僕すごい粘ったもんね。そもそもなくならない、なくならない一玉が。あーいいよ、おっしゃいおっしゃい。なんか新技見せろ、おさむおさむ。はいおさむ。おーおさむ回復。はい、そう自己再生。よし行け、僕の勝ちなんだわ。見納めですね、おさむの。はい、じゃあ、バクリッコね。よし、じゃあもう最後は見せますか、寿司の親分ですね。もうこの寿司の親分が見せてくれますから。最終試合、キングはいるのか。あ、僕持ってない。ハヤト、チェンジするべ。俺持ってないぜ。緑、チェンジ。じゃあ、これにしよっと。よいしょ、よいしょ。ここで出たか、因縁のオサム。これちょっとごめん、蹴りつけなきゃならないね。私が今逃がしたオサムが何かしら多分焚きつけたんだろう、この黒肩ビロオサムシ13。そんなもなかなか負けないぞ、一応。はあ、確執が生まれたわけだ、オサムと我々の。オサムが勝つか、我々が勝つか。この熱き戦い、ついに虫相撲見納めです。ファイナル、虫相撲ファイナル、ゴングの時、始め。勝ってね。けえ、虫殺せオサムを。いった、あ、しまった。クソ、筋の親分目がくらんでいるか。躊躇するな、筋の親分。おいとの筋の親分、おいしゅー。来たかった、ロンギヌス。これはオサム足りたりた。まあっと、容赦なし。あれ、辻の親分に容赦なし。見せてくれましたね、さすが辻の親分。37勝目はもう快勝の37勝目でしたね。いや、これ止まらないんじゃないかな、親分の光もう浸透ですね、今。いや、もうそれ構わないよ、もう親分はそれでも行っちゃうんじゃないか。親分行っちゃうじゃん、親分行かないと。おー、親分なんか、おー負けちゃった。何かしました。コイントス、コイ。じゃあ次は俺の番でしょうか。逆から読めるやつでしょうか。新しい新技を見せてくれました、スジノヤム。最後の最後にコイントス、コイ。裏が出るか表が出るか、負けちまうよ。それは神ぞみの知る、そういったことなんでしょうか、スジノヤム。おせや、俺の勝ちだぜ。もうさあ、だからそのいいって、早多くはキラーはめんどくさいわこいつ。いや、コインだからもうほんま裏が出るか表、まさにその通りでしょ。裏が出るか表が出るか。いや、表が出ればこっちの勝ちと。ちょっとフィフティフィフティの賭けですから、バクチ打ちですから。うちのはね。よし、行け。カナブンはまじおいしそうか。オッケー。カナブン技のデパートやから。行け、カナブン。また見せないと負けるぞ、カナブン。押せ押せ、俺の勝ちだぜ。なんかしないと現状を変えられないよ、カナブン。もうそうなると思うで、別にね、やりたい。あ、殺人スライディングか。殺人スライディング確かにあり得るな。これコンバート、コンバートでさ、まあさっき失敗したからは、今回は多分そのその失敗を多分ね糧にしてくれてると思う。よし、頑張ってください。じゃあ頑張れ。だ、もう追い込められてから問題、追い込められてからの殺人スライディング。そう、決まった。殺人スライディングが脳天にヒット、脳天にヒットしてからの回し蹴りは決まらないが、俺の勝ちだぜ。もういいわ、俺この早尾子は嫌い、嫌いやわ。なんかこうビジョンが見えへんな、勝てる。こいつの方がいいかな。いや、絶対押されるから、こうした方がいいと思うよ。これでいいんじゃない。頑張れ。これで技のみの勝負。やるいいよ。決めろ。決めろ、切りつけ。へへ、勝ったぜ。めっちゃ強いやん、それ。キングやん、ね。
でも最後行くしかないわ。あいつだけ倒して俺しまいにするわ。いつかオーロラ。実はごめんなさい、今カミングアウトします。彼はもうオーロラになりました。この試合でオーロラを見せます皆さんに。いつかはではもうなくなりました。彼はもうオーロラです。頑張れ。その幻皆さんにご覧いただき、俺の勝ちだぜ。幻でした。ごめんなさい、幻でした。ちょ、申し訳ない。もうちょっと何かもう一つ二つ何かあるんじゃないかと思ったんですけど、ごめんなさい、そのまま幻でした。はい、申し訳ない。いけ、もうこれでしまいにします。もう僕はこいつはもう絶対押し切れるんで。頑張れ。 VGK ハヤトアウト。もうこれもハヤトバーサスハヤトの戦いですからね。泣いた。負けたよ。66勝3敗。彼が誰ももしかして一番強かったかもしれないですね。よいしょよいしょ。まあ、これもでももう行ってもいいかもね。あと2、3試合行ってもいいかもね。70に乗せてもいいかもしれないね。ハヤトタウルスは強いよ。うわギリギリ。おーおーおーおお。あれは押すだけなんやな。スタミナは減らないんですね。おお、容赦ないね。負けちゃったしや。女性にも容赦ない。さすがハヤトがそうやった。次は僕の番だね。スパルタンね。ガンバガンバ。あ、これ面白いんじゃないか。よし行け。コンバートしてくるぞ。あ、まずいっしょ。失敗か。コンバート失敗だ。ここからですね。問題はここから。まずいっしょ。よーし、ナイス。70いくぞ。夢の70代。あとにしようか。じゃあ次は俺の番ね。うん。めっちゃでかいやつだ。嘘だろ。これはハヤトダンス今まで生きてきて一番の修羅場を迎えているのではないか。いやこれちょっと待って、押されるぞ。わざもうワンプッシュしてもいいかもしれないな。このデカさに勝負していくんであれば押しとくか。いやでももしかしたら押すかもしれんからな。これでいってみるか。大クワの中で角をつける戦い始め。頑張れ。お、押すぞ。でもうわー、負けたすごいね、アヤトサウルス。やっぱ違うね、育て方が違うもん。もういいそうだもん。もうそう、勝負ない。もうかすんで出してくんなってだから。勝ってね。勝てるわけないんやから、そんな勝負ないかって。負けないで、ね、あれ私の負け。なんかしないと。振りしてるんやから、こっちは。次は僕の番だべさ。もういいわ、もう相手に。もういい、もう頑張れ、勝てね。あいつ手がかったなあ。あいつと交換してみようか、ちょっと。じゃあ、でももう、あれやな、まだ呼ぶのもめんどくさいしな。どうした、久保。久保しおりがなんかの歌詞書いてるの。昨日までの時を超えて。はい、これ歌詞問題です。ダデン。昨日までの時を超えて繋がるはずの思い手繰り寄せた、その絆がロックプライド。こんな世界を愛するため今すべてをかけていく。 I'm standing here now and forever。 新しい未来を描こうとするほど。なにこれ。君が残念。真実ダウンロードって何。真実ダウンロードって知らねえけど、そういう曲があるの。ミッシル。あ、ミッシルの曲なん。え、俺さ、365日のしか知らん、これ。絶対五木ひろしじゃない。あ、五木ひろしかっていう人いるけど、絶対違うからな。勝手にアハ体験みたいにしてるけど。メッセージ消された。あれ消された。おい、読まれて消されんねやったら書くなよ。どうしたんだよ、急に。流してんのか。そういえば、合唱コンクールっていつだったっけ。え、明日だよ。明日、僕くんを見送ったらすぐに学校に行かなくちゃいけないのさ。そうなんだ。え、聞きたかったな、俺。明日、頑張るよ、うん。びっくりした、殴られるんか思った。危ない危ない。僕の背がもうちょっと高かったらもう人事件起きてたのね。今刑事事件起きてたわ。これちょっとね、何もすることないから
どんぐり見つけたんじゃなかったっけ俺。見つけてないっけ。読むやつワイワイぐらいなのかな。あ、そうなんかな。みんな無視すんの配信者って。でも面白いやん、そういうの見た方が。やっぱそのイエスかノーか聞いて、イエスでもないノーでもないのコメントってなんか若干読んじゃわへん俺。でもおじちゃん何してんの。だってイエスかノーか聞いて、イエスでもノーでもないの。夏休みは終わるけど、ちょっと頭おかしいやんか。やり残したことがないかどうかよく考えてごらん、うん、あ、よく考え、はい、よく考えます。そういえばあれだあれだ、いや、そういえばって言ったら僕くんの中で考えた答えで、って言ったら多分おじちゃんが考えた答えが出てくると思うねんな。じゃあ逆に聞きたい気がするけど、そういえばって僕くんが覚えてるんだったら俺僕くんに聞いてみたいけどな。経験してた？そういえばまだ雪がたくさん降るのを見てなかったよ。だから夏に来てそりゃ無理だってば。こういうやつやな、こういうやつ。さてと今日ももう一踏ん張り頑張って働かなくっちゃ、うん、あ、みどりちゃん結構好き？だってみどりちゃんな見てみ、ここで歌ってんねみどりちゃん、すごい度胸じゃない。いや自分の部屋で歌おうや。でもあの配信中で歌う人ってすごいなと思うわ。恥ずかしいって思うやん俺とかやったら。なんか自信がないから歌に。だからそういう人ってすごいよね。なんか歌に自信があるか、何かいるかな、度胸が座ってるか。やったね。ここはあー赤足か。青やったらな、よかったんけど。青足やったらいいんけど。川村さんの話って、川村さんって誰やねん。龍一まさか龍一やってんの配信、今。マジか。知らんかったわ。ちょ、雰囲気ぶち壊すの得意ですよ。もうまあ歌は歌わへんの、下手くそやねん。たんまに何を勘違いしたか、なんかワイワイさんは歌もお上手で絵もお上手でなんていう、もうマジでなんか弾け飛んでしまってる人がいますけど。頭が6時です。何もうまくないからね。あ、打足さんとかうまいよな。生で歌ってもうまい人ってうまいよな。あー見ててうまいなって思うよな。下手そうな声だもんねってお前。何これ。僕くん、ジンギスカン、夏の間ものすごくたくさんお外で遊んだじゃん。遊んだ。日焼けして真っ黒だわ。そういうの健康的っていうのよ、うん、しっかりやんちゃ坊主になったな。喋、うん、らして。うんうん、じゃあいただきます。じゃあじゃないね。いただきます。なんか言えよお前も、ほんま。ごちそうさまでした、うん、ごちそうさまでした。声が狂気っていうの初めて言われたかもしれん。なんかラジオちょっと今日聞ちゃうな。なんか話されたら多分進むと思うから、ちょっとおばちゃんとか喋ってみようかな。俺なんか晩ご飯クイズもう10勝いってコインくれたりせえへん。おばちゃん、うん、今月の家計簿どうだった。え、バッチリさ。だって毎日つけてるんだもん。毎日つけると無駄遣いしないからバッチリなのよ。もう俺に言われてるみたいな。今日の晩ご飯はスタミナいっぱい、うんうん、羊の肉に野菜ももりもり食べられちゃうようなジンギスカンに卵スープとさっぱり酸っぱいたたき梅球を添えました。僕くん大正解でした。めっちゃうまいやん。なんなんそのたたき梅球、めっちゃ食いたい。たたき梅球とエビスビールを用意してほしい。めっちゃうまいで絶対。ほんま3倍はいけるんじゃん、それだけで。タコはさね、マグロ山かけね、最高やん。ほんま腹減んなこれ見てると。もうなんか俺もうごめんな、急になんか発狂して俺。例えばなんかのゲームしててもうあまりにも飢餓に苦しんで俺がうわーとか言って俺外出たらもうごめん、食べに行ってるからな、近くの居酒屋に行ってるからな俺。もうそうなったら多めに見てな、コメントでなんとか沸かしといて。それはもう俺マジありうるから、もううわーとか言って行くで、ほんまに俺。
ってマジでいっかほんまにいいかもしれん。ほんまにな腹減んねえで、めちゃくちゃ腹減んねえ。うめき、いやもううめきもクソもないもん。そう、もう全部もう全部持ってきてくれっていう。俺もメニューで全部持ってきてくれっていう。もうそのなんかなんていうの、あの先出しみたいなやつあるやん。先出しじゃないわ、何だっけ、突き出しか、突き出しを鍋で持ってこいって言うかもしれん。もうもしかしたらそのまんま今日の分全部持ってこいっていう。いや俺馬刺しとかっていうか、もうだからなんかもうがっしり食うわ多分。全部いろいろなんかね、山芋のちょっとこう山芋焼きみたいなやつとか、わかる、鉄板で山芋ちょっとこう焼いてやつとか、もう食いながらもう酒とかもうガブガブいったんで、もう吐いてもいったんで、もう絶対行く。9月1日絶対行く。いつあっちに帰るんだっけ。さよなら。うん、じゃあまた明日ね。それだけ。あれ、いつあっちに帰るんだっけ。さよ、うん、まかんわ、何もくれへんわ。もうさよなら。じゃあ一生独身で生活しといてくださいお姉さんは。で、あーそろそろもう私も28か29か、早く彼氏作って結婚せえへんかったら子供も産みにくくなってしまうしって思って35まで来てください。お願いしまーす。あーもう35や、伊藤麻子のこと私もう笑ってられへんわーって。誰かいい玉の腰に乗れへんかなーって言うて、もう40になってください。お願いしまーすね。それでいいです。でからその玉に磨きをかけてください。ずっとガラスをずっと作っといてください。もうこれ女の子なんやろ。でもこれこの女の子が大きくなった時に僕また帰ってきた、また面白そうやな。なんかな、あの時実はおじちゃん、明日だね、はい、うん、そうだね。これが楽しみではあるものの、やっぱりあなんかちょっと青春やな。もし明日お父さんが来なかったら、お僕やっぱりこの家にもらわれてきたことになるのかな。そうなるとやっぱり私と一緒に牧場やんのかな。受験勉強の学生さんにファンが多いようですね。ちゃんから話しかけた日向立つの？ほんま？もうええって、なんで3回目でそれ出てくるんだよ。めっちゃ腹減ってるやんけ、お前。昆虫セットでちょっともう、じゃあ入れてたやついる？俺。寿司の親分も入れたし、じゃあ俺こいつを、でもごめん、こいつを、いや、俺親分を逃がすわ。これもうちょっとごめんな、みんな。親分を俺は自分のこの虫かごに入れて口させたくないね。やっぱりこう大きな世界に出て、で新たな組を組織して、あなたきっと何か大きな大きな日本を変える存在になるはずだから、これから映像のみならず本州も沸かしてください。お願いします。ありがとうございました。いや親分頑張ってくれたよね。うん、親分は本当にね、あの今まで沸かしてくれたから、やっぱりね彼は僕の手元に置いとけるような存在じゃないね。もっと大きくなって帰ってくるよ。コイントスがもうどん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 倍にも、そうまるでカジノのようにね。このねオーロラも見せてくれたけどね、オーロラはごめん持って帰る。うん、オーロラはもう、うん、いつまでも夢を抱いてほしい。いつかはオーロラに、ね、そういう存在でいてほしい。そしてカミキリは俺の、もともと俺の虫じゃないんで帰ってもらって。なこいつもそうやな、言うたら70勝っていうのは非常にこう、うん、すごい戦績を叩き出したけどね。こいつももしかしたら違うところでまた違う組を組織できるかもしれないからね。君もまた頑張ってください。そしてトラフカミキリ、ジャガイモ仮面ね、彼は難しいところですね。本当に場を沸かしてくれることに関しては彼はすごかったんで。
薬漬けにするか。いつまでもエンターテイナーでありたいっていう気持ちがね、彼を見るたびに必死として胸から湧いてくるでしょうね。よし。で、一番でかかった君でかすぎるでしょ君。ものすごくでかいね。君はもう剥製ですね。剥製っていうか博物館に行ってください。君は博物館行きです。彼は。よし、持っていくぞ。旭山動物園とかでもいいかもしれない。旭山動物園持っていきましょう。彼はね、このノコギリクワガタメス5勝3敗はこれはあのオサムと交換したやつなんで、オサムの亡き後ね、彼が多分オサムの意思をついてくれるでしょう。こうして私の虫かごの中は全て空っぽになりました。僕の心はいっぱいいっぱいですけどね。ついに来ました、30日目の絵日記。これでおそらく最後です。緑ちゃんの赤い服を着てみたけれど、これは他の人には内緒だよ。だって僕の方が似合うよね。これが最後の絵日記です。素晴らしい30日間を過ごしましたね。いや、一応セーブはできますけれども、31日はプレイできないそうなんで、どうなるんでしょうね。もうこっからは本当にムービーです。多分ね、ムービーになります。どのように僕の夏休み3が終わるか、ストーリーが収束していくか、皆さんご覧ください。では行きましょう。お願いします。まずはいつも通りね、大きく上に手を上げてのやつな。1、2、3、4。はい、右も左も一生懸命に。よし。じゃあいただきます。いただきます。はい、いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。最後のごちそうさまでしたよね。ボクくん、お父さん来たよ。あ、来た。この家キラキラしてる。え、何しないよ。背が伸びたか、迷惑かけなかったか。わかんないべさ。わんぱくで聞かないいい子だったよ。ねえボクくん、抱っこさせて。え、わあ、初めて抱っこした。男の子っていいわ。重たいね。くるじ。というわけでおばちゃんちの子になりな。どうしよう。おいおい、迷うなよ。よし、全員で駅まで見送りに行くぞ。みどり、合唱コンクールまで時間ある？バッチリ、大丈夫。私も雷起こしのお礼を言わなくちゃ。お前、ずいぶん混乱してるな。だって、悲しいじゃない。最後のムービーなんかな。これもしかしていかめし？今の。さようなら。さようなら。元気でな。さようなら。うわー、まだ見るってすごいな。でも普通切り替えるよね。うわー、そこにいるんだ。はー、そっか。あの時、叔父の家族たちは映画みたいにホームを走って追いかけてきたりはしなかった。コンクールじゃない？
すごかった。何この終わり方、合唱コンクールで終わんねや。マジか、ずるいな。感動するね。いやどうでしたか、これやっぱ最後終わり良ければって言っちゃなんですけどね、楽しかったな。やっぱ今にはない夏の姿がここにはありますからね、僕の夏休みというゲームはね。んまだあるんじゃないか。あ、こっから始まんねんな、本当のエンディングが。いや楽しかったね、一番最初に来た時からね。うわこれ誰のじゃん、うわ来たやん。いやよかったね、やっぱり僕の夏休み、僕の夏休みっていうゲームはなんでここまでこう、なんてことないゲームなんですけどね。別になんか変わったことをするわけでもなし、自由な空間をね、オープンワールドみたいな感じでこう歩き回るだけなんですけど、どこか懐かしさのね、なんか昭和を知らない世代の私たちが懐かしさを覚えることもできるし、まだ何かしらね、新しい発見もあればね。あ、本当にね、この心がキレイキレイかもしれんね。ええー、わー、いやー草滑りもしちゃうもんね、このなんかわけわからない、お前飛び越えるでもなし、何するでもない、なんか日本の生に絡められるやつな。やったしな、虫相撲もやったよ、散々泳いだりな。そうそう、おばあちゃんを老人ホームにいざなうこともあったし、このよくわからんやつもパッと出てきてパッと消えたし、熊の話もあればね、夜空を見てなんかどうこう思ったこともあったよ。あ、そう、盆もね、これちょうど私の兄貴の初盆とかぶっててね、思うこと多かったですよね。やっぱりいいよね、やっぱり完結して初めて思うけど、この僕の夏休み3っていうのは1日から31日まででやっぱり一作品なんだなって思うね。虫相撲が面白いとか、なんかそのこれがあれが良かった、コレクション要素が面白いとか、まあ、そういうのじゃないよね。終始面白かったし、最後までワンパッケージで楽しませてくれる、その素晴らしいゲームかなと。もうね、俺でもね、やっぱこう最後に言うのもなんだけどね、この僕の夏休み3に関してはね、この全世界でこの僕の夏休み3をやったことある人の中で俺一番楽しいんだと自慢できると思ってよ。俺は本当に楽しかったと思うし、あのね、なんらあのなんだろう、なんかめんどくさいだなんて思うことも全くなかったしね。いいゲームでしたね、素晴らしいゲームでした。そして皆さんも素晴らしいコメントね、本当にありがとうございました。これはレオゲーですね、感動ありがとう。うちの牛舎にツバメが住んでるけど、あの子たちは5月の連休頃にこっちへ来て、8月になると南へ帰るんだ。で、ある年ツバメと同じ時期にふらりとやってきて、そのままずっと居座ってしまったのがこのおじちゃん。え、お父さん、僕はツバメですか。え、なんですか今のは。何だったんでしょうか。いやでも感動したね最後は。あのなんかこう線路をファーって僕が走っていくとこがね、僕が走っていくのよくあるじゃないですか、ドラマでもあるんですよよくね、多分ね。でファーって追いかけてファーって行くんだけども、あまりにも長かったのよね、あのシーンがどん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 遠くなっていくのに、あれ長いなと思ったらポッとそこ出てくるのね。あのシーンはすごいね、これはやっぱりね、うん、藤村ディレクターにはできないだろうなと思ったね、あの撮り方は。僕はそう思いましたね。素晴らしいプロデューサーとディレクターがここにはいるんだろうな。いやー素晴らしかったですね本当に。夏休みの思い出というものがどうやら一周目をクリアするとですね出てくるということで、ここを見てみたいと思いますね。うん、お、はい、じゃあロードしてみてください。これかな。
あの誰のためにっていうとこからもうあかんかったもんね。もうあかんかった俺。あ、これもう一回聞いたらもうあかんかもしれんねっていうぐらい。目日記、虫かご、魚、あ、魚はあまりかな。持ち物も俳句エンディングお気に入りか。お気に入りって何やろな。とにかくでもこの絵日記ちょっと見てみたいな。これ8月の31日でしょ。これ1日目から何をしていたか遡るのはいいね。何があったんでしょうか8月の1日から。いや、いろんな山場あったよ。だからどこっていうのをちょっと今思い出せないけど、意外とね、毎日毎日埋まってきてたんじゃないかなと思うのよね。多分ね、中盤ぐらいが一番暑かったんじゃないかなと思うんだけどな。わいわい気づいてないの？どうした？気づけ？ん？何わいわい気づいてないのって。何をや？戻ればいいんか？ん？何をや？お気に入りか？これか？え？お気に入りを選ぶ？最後僕くんの大人やで。え、ちょっと待って、俺鳥肌立ってんけど。え、マジで？ちょっと待って、ちょっと待って。え、あの喋ってたおじいちゃんが僕くんってことな？うせやん。え、ちょっと待って、もう一回見てみよう。え、そっからか。じゃ、これ飛ばせる？うちの牛舎にツバメが住んでるけど、うん、あの子たちは5月の連休頃にこっちへ来て、8月になると南へ帰るんだ。で、ある年ツバメと同じ時期にふらりとやってきて、そのままずっと居座ってしまったのがこのおじちゃん。え、お父さん、僕はツバメですか？これがみどりちゃん？これイカ飯？うせやん、マジか。すげえな。え、じゃあ今手前にいたのがイカ飯で、僕くんが喋ってて声がそうダンカンやったけど、あ、ってことは何？ダンカンはあれやな、その一番ずっとナレーションでしてたダンカンは僕くんが大人になった視点でのナレーションやったわけや。今回は普通のナレーションじゃなくて僕くんとしてのナレーションだったわけね。そして最後の最後にダンカンの声がいたってことは、僕くんが最後に喋った方ってことか。だから最初に喋ってた方じゃないのな、ダンカンじゃないもんな。うちの牛舎にツバメが住んでるけど、あの子たちは5月の連休頃にこっちへ来て、大人の僕くんってことやな。8月になると南へ帰るんだ。毎回そうか。ある年ツバメと同じ時期にふらりとやってきて、うん、そのままずっと居座ってしまったのがこのおじちゃん。なるほど。え、お父さん、僕はツバメですか？だからお父さんなわけが。ほんまのお父さんじゃないんだ。要するに義理のおとんや。みどりちゃんのお父さんであり、今回農作業をずっとしていたあのおっちゃんが年いっておじいちゃんになった。そしてあのおじいちゃんが僕くんの子供に向けて、実はね、このおじちゃんはと、このお父さん、君のお父さんはここに来てフラと立ち寄って、そっからうちの娘みどりと結婚し君が生まれたんだよということを言っているわけだ。だからみどりちゃんと結婚したというつながりになるんだ。はあ。だからこれ桜ちゃんエンドってことや。日向エンドじゃなかった、日向ちゃんじゃないわ、うん、日向や、日向エンドじゃなかったってことだ。みちちゃんじゃなかったんだ。その後みちちゃんと何回行こうとあっても。なるほどね。いやー、すごいな。それをあの一瞬で垣間見させてたんだ。これだからこれ見れるようにしてるのよな、エンディングだけな。いや、よかったよね。でもそう考えるとなんか、まあひと夏の思い出っていうわけじゃないけれども、あの思い出がなければみどりちゃんと結婚することなかったでしょうからね。はあ、すごいな。もうそれ以上語ることがないんじゃないかというぐらい最後衝撃的やったな。桜ちゃんエンデーは。
いやすごかったわ今の。マジで衝撃的やったね。ちょっとね最後はなんかどうやらねこれこれも教えていただいたんですけれども、私のこのゲームのプレイの移管によってはエンディングが変わるそうです。で私の場合は11回意思が跳ねましたよね。あれはどうやらマックスだそうです。ということは私はこのゲームをマックスに楽しんだということみたいなんですね。まあ初見やったんですけど、なんで、本当にもう何も後悔のない、ゲームやったかなと思います。まあ俳句で100点取れなかったのは確かにありますけどね。まあこれはおじちゃんの家に来ました。1日目そして友達ができた、まあみんなと虫相撲したんでしょうかね。3日目で、このちょっと辛辣なコメントをする女の人が出てきました。みどりちゃんが牛の世話をやってたよ。あ、これももう珍しいことだったんだ。イカ飯の世話も始まりましたしね。ツバミを救ったこともありましたね。夜は暗くて怖いけどって言って肝試ししたことも、そうやね、こっから学校に行けるやったねこれね。100点の俳句っていうのは確か炎天下っていうのを使うらしい。炎天下なんとかなんとかっていうなんかそのフレーズが出てくるらしいけどね。七夕の夜にみんなで歩いたよ。あー七夕か。え、七夕ってあ、そうか、北海道では8月7日やねんね。でも本州というかでは 7月7日なんですよね。お菓子もいっぱいもらったね。あれ食べてなかったね。で子グマを拾いましたっていうのもあったし、天童さんのやつもあれば、まあでもやっぱり伊藤を釣った時とね、あ、虫相撲でカブトムシに勝ったんだ。相手もなかなかやるけれどいつも僕にはかなわない。これもか なんかこれさらっと勝ちましたよねカブトムシね。だからこの12日だけ何もなかったんですけどね。そうそう、13日には伊藤を釣ってね、ほんまになんかいろんなことを毎日してた気がするんですけどね僕は。あ、これも何もない日ですか。熊逃がしたこともあったしね。あ、カナチョロに買ったこともあったな。昨日私のツイッターの絵日記はカナチョロでしたけどね。いや楽しかったね。一番感動したのはやっぱでも一番最後でしたね。なんかポッとちょっと花火でも見れるかななんて思ったんですけどね。今回のこの北海道編では花火はなかったですけどね。なんかでも最後に最後のね、なんか大きな大きな花火を見たような、そんな気はしますけどね。さあ、ということでした。僕の夏休みいかがだったでしょうか。まあ2週目は私はしないですけれどもね。2週目になると、まあこれネタバレ言っちゃいますと、どうやら虫相撲で日本ザリガニが出てくるそうです。キングサイズとして、キングサイズじゃないな、キングのレベルとして、日本ザリガニが出てくるということで、まあそれを倒すというのももしかしたら何かの任務になるのかもしれないですけどね。よかったですか。俳句のじじい死ねっていうのもねずっとありましたけどね。楽しかった数日間でした。まあいつからやったのか私も忘れましたけれども、おそらく 4,5 日でやったんだじゃないでしょうか。途中ねちょっと私の法事があって、まあいろいろできなかった日もあったかと思いますけれども、良き話でしたね。すげえ楽しかったですか。私が一番楽しかったでしょうけどね。生放送でこんなに楽しくゲームができるのはやっぱこのゲームならではなんじゃないでしょうか。はい、お疲れ様でした。まあ一応ね、このゲームを見ているアーカイブの方もいらっしゃるかと思いますので、一旦この放送自体がもうここで終わりにしたいと思います。まあ立て続けに何かをするかもしれないですけれども、まあ一旦放送が終わりということになりますね。次は一応、あ、ちょっとまあオセロにしようか。じゃあちょっと待ってな。じゃあちょっとこの画面変えていい。あの音楽俺もう一回聞きたい。あの音楽を聞きながらオセロの画面を見てお別れとしましょうかね。それは俺いいと思うな。僕の夏休み3の最後の、はっきり言うてね、俺も確かに出演者やけど、この生放送はオセロも頑張ったからね。毎日毎日映されても嫌な顔一つせずずっと映ってたわけだから、ちょっとオセロもごめんなさい、映してあげたいね。エンディングの曲を聴きながらちょっとねオセロを見せてさせてください。完全に寝てますけどね。さようなら。完全に寝てますけど、それからもずっと出ずっぱりでね、僕の夏休み一緒にやってくれましたから
さようならさようならって言って出てるんですけどね、出てるんですけど、かわいいですね。ここからですね、誰のとあと合唱がありますからね、その誰ののやつで皆様ともお別れしたいと思いますから。まあ彼はいつもね、あの時3時ぐらいに寝ますからね。うちの家族たちは映画みたいにホームを走って追いかけてきたりはしなかった。切ないね。いやでもうるっとは来たよほんまに、最後のエンディングの時に、まあ、私が起きたら起きるんですけどね。それでもこんなさよならの仕方しなかった。明日どうやったっけな。いやよかったよ俺ほんまに、毎年毎年このゲームさせてもらってますけどね。去年はちなみに1と2としたはずなんだけどね、2だけやって、まあ、1、2ってやった気がするんですけど、ほんまに2は感動しましたね。サイモンはの最後の事件ね、あこに感動しましたけどね。さあここからですね、この音楽が鳴りやんだ時がこの放送の終わりということになります。皆様本当に数日間お付き合いいただきましてありがとうございました、ね、まあできればまだ今年はねこの8月という暑い暑いシーズンをですね、まだ何日あるんですか、23日間ですか、私毎日生放送していきます。まあ、31日に関しては、できるだけ8000人を集めようという目標の放送をしておりますけれどもですね、ただまあ今回で僕の夏休み一区切り、8月の第2週が中ほどまで終わったところで、まあ、やることは決まってないんですけどね。とにかくでもそれでもね、まあ、もうほとんどやりきったかのようなそんな気持ちになりましたけどね。来年は4頼んだよっていう人もいますけどね、それはそうやね、うん、来年は4ちょっとやりたいね。4と言わずそのもうなんぼでも出してほしいですね、うん、やれる時で本当に全部やりたいなってそれぐらい思うぐらい楽しいゲームですからね。8月楽しいです、ありがとうございます。まあ僕は一番楽しいんですけどね、楽しくて生放送してますんでね。しかしながらこの僕の夏休み3というゲームは本当に僕を楽しませてくれましたんで、また何かの機会にね、誰かが僕の夏休みをすることがあれば私の放送のみならず誰かの夏休みを見ていただければと思いますしね、まあ、そうやってみんなが見てくれたらまた続編も出ると思いますから、ぜひぜひなんかこれからのミレニアムキッチンっていうんですかのデベロッパーって言いますかところにね期待していただければなと思いますね、まあ、実況者としてはねそこが一番ですかね。次はね一応ムーンというゲームを考えてます。プレイステーションのソフトですね、これはプレイステーション3ですけど、そして前回はデトロイトというプレイステーション4をやりましたけれども、一つ飛ばしてプレイステーション、まあ、名作中の名作と言われるムーン、ラブデリック系のゲームですね、それをプレイしていこうと思いますし、まあ、どんなゲームか全くわからないんですけれども、明日はまあ雑談等々しようと思いますけれども、そこからは長時間放送も踏まえた上でねムーンをやっていこうかなと。また11日にはですね部屋をプールにするという無謀な企画も待っておりますので、ぜひそこもねそういうとこだけ興味ある人は見に来ていただければと思いますね。と言いますことで皆様本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた明日8時頃に生放送いたしますので、その時にお会いいたしましょう。それでは皆様本日の生放送もおしまい、おしまい。めっちゃうまない。